はい、どうも、ワドツです。どうも。じゃあね、引退コラボですね。引退コラボ枠ですね。引退じゃない、活動休止。はい、ワドツー。はい、ワドツー。はい、どうも。ふわちのリスナーさん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。今まで本当にありがとうね。いや、楽しかったね。楽しかったですね。いやいや、本当のことしか話してないですよ。ちょっと牛丼が出てこるのが遅かったんで。ちょっと限界でしたね。うわ、活動休止します。丸々2年間、ほぼ毎日やりました。ありがとうございます。今までありがとうございました。じゃ最後にね、コラボ上がって一言言いたい人は、上がってきてください。今までありがとうございました。楽しかったっすね。本当に楽しかったっす。なんか、ずれるな。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。僕はふわっちの活動休止をして頑張っていこうと思います。ありがとうございました。今後の活動についてはこの場では控えさせていただきます。今後の活動は、控えさせていただきます。ありがとう。ありがとう、アイテムありがとう。バカありがとう。やっぱりね、僕に対して、一言挨拶がしたいっていう、ね、リスナーさんと配信者たくさんいると思うんで、多分少なく見積もっても2000人はいると思うんで、最後の挨拶でコラボ枠ですね。ありがとう、バカありがとう。やっぱり、挨拶はね、大事なんで。本当にありがとうございました、今まで。あ、一人一人ね、多分言いたいことがあると思うんで。
ちょっと待って、待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。待って、ごめん、本当に待ってください。まあいいや、安藤さん、こんばんは。こんばんは。これ棒読みどうやって消すんですかね、アドさん。いや、わかんないっすね。ほんとっすか、マジっすか。じゃあもう一回上がり直していいですか、ちょっと。どうぞどうぞ。ありがとうございます、すいません、一回落ちます。はい、止まっちゃったな、画面。うん、こんばんは。こんばんは。和道さんですか。和道さん、はい、どうしたんですか今日は。和道さん、はいはい、どうしたんですか今日は、大丈夫ですか。いや、落とさない方がいいですよ。いろいろ俺にはあるんで、いろんな作品。はあ、まあ和道さんの、映画にも出演するって昔言ったしね。はあ、無料で。はあ、はい、はあ、はい。だから早く映画やってくださいよ、待ってるんですよ俺。映画はあれですよ、2年後ですよ、1年半後ですよ、完成するの。撮影だからまだ1年後っすよ。だって完成するのが2年後ってことは、要はその間に撮ったりするってことは、1年半以内に俺も呼ばれたりするってことですよね。あ、まあ出演希望の方は本読みとかありますね。まあ出演希望っていうか、俺出演希望しますって言ってますからね。ああ、はい、はいはいはい。覚えてないですか俺のこと。まあ初めましてですね。いや、初めましてじゃないんですよ。あ、そうなんですか。うんこじゃないですか、和道さん。おう、ちょっと覚えてないですね。しっかりしてくださいよ、アルツハイマーじゃないんだから。うん、じゃあやりましょう一緒に。ああ、まあ出演希望ということで、はい。そうですね、出演希望ということで、はい、じゃあ、はい、やらせていただきます、主役を。そう主役はごめんなさい。え、主役はちょっと無理ですね。主役誰なんですか。主役は今テルで考えてますね。テル。はい。テルなんかうんこじゃないですか。ほうほうほう。ほう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 。言っちゃいました、ね。俺のが顔いいし、演技力あるし、うん、マジ和道さんに貢献できると思ってますよ。なるほど。じゃあ今から演技指導するんで、それに答えてもらっていいですか。あ、いいですよ。まあ飲み屋ですけどね。うん、大丈夫です、大丈夫です。そのビールがめちゃめちゃ熱々なんですけど。はい。はい。それでは、はい、お願いします。いきます。はい。じゃあ、飲みます。はい。あった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 
まあこれ完全に160点ですね。今もうみんな俺のこと見てるんで、周りの客。ビールが熱いわけねえだろうっつって。じゃあ次のお題お願いします。そうですね。じゃあ、デカに銃殺される犯人をお願いします。よし。はい。やめてくれ。俺は犯人じゃないんだよ。いや、お前は犯人だ。撃つぞ。やめてくれ。いやまあ、185点ですね、これで。なるほど。はい。なるほど、なるほど。どうですかね、和藤さん。うん。いいですね、来てんじゃないですか、俺。まあ、オーディションの時に、どれだけですかね。どれだけになるのか。ちょっと待ってください。ちょっと待って、これオーディションじゃないんですか、うん、これはオーディションではないですね。あ、はめられましたね、完全に。和藤さん。やってくれましたね。で、和藤さん、俺とステゴロ3で戦いましょうよ。うんうん、ああ、ちょっと無理ですね。僕、まだ出るかどうか決まってないんで。俺、もう決まりましたよ。出演。あ、そうなんですか。おめでとうございます。はい。もう、相手は和藤さんって指名してあるんで、よろしくお願いします。あなただったら僕、蹴りますね。いや、多分俺に勝てないっすよ。はっきり言うけど。いや、勝てるか勝てないかとかじゃなくて、あなただったら僕はお断りしますね。なんでですか。いや、うまみがないから、いや負けちゃうからでしょ。勝てるか勝てないかじゃない、うまみがないから。いや、捨て頃にうまみとか求めないでください。いや、僕はずっとうまみ求めて捨て頃出てるんで、はい、だから弱いんだよ、あんたは。はいはい、どうぞどうぞ、ね、雑魚なんだよ、ゴミなんだよ、はいはい、ね、しっかりしろよ、少しよ、お前。何が映画だよ、お前。バカ野郎、バカ野郎が。ああ、今のでも出演 NG ですね。映画今ダメに、今ダメになりました。じゃあ、ありがとうございました。はい、さよなら、さよなら。はい。これどうやって落とすの？はい。はい、次の方どうぞ。次の方どうぞ。これコラボって強制退出できないの？どうやってコラボ切るんだろう？はい、次の方どうぞ。何なんだろうね。強制退出のやり方が分かんないな。強制退出のやり方が分かんない。まあ、あの人誰なんだろうな。じゃあもうないかな。もうないかな。もう挨拶すんだ。2000人の俺のファン。いや、4500人のファン。のんちゃんも、ふわっちのリスナーさんにじゃあ一言挨拶しようか。今までありがとうございました。はい。終わり？終わり。うん。すごい、迫真のメッセージだったね。迫真のメッセージでしたね。はい、ありがとうございました。和道さんの今後の活動を知る方法を教えてください。まあ、なんだろう。ツイッターで写真とかを、ツイッター見てもらえれば、まあ今後の活動は把握できると思いますね。はい。ツイッターはちょっと活動休止はしないんで、ツイッターで会いましょう。ツイッターで。ツイッターで会いましょう。ツイッターでね。
まあまあ、今後の活動に関しては、この場ではちょっと控えさせていただきます。ちょっとこの場ではね、本当に2年間ありがたいっていうことを伝えたいんで、2年間感謝を伝えたいんで、花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽しかったですね。けん玉ありがとね、今まで。本当にありがとね。今まで楽しかったよ。ありがとね。うわー、すごい。ファンタスティック花火ありがとう。ありがとね。ありがとう、リリちゃん。そうっすね。活動休止ですね。ありがとう。今までありがとね。牛丼、吉野家が近くにないんだよね。吉野家が。全然ない。いや、どこ行くとかちょっとこの場では控えさせてもらいます。ふわっちのリスナーさんに感謝をちょっと伝えたいわけなんで、今後の活動については、まあ、ここで言うことじゃないかなと思ってますね。今後の活動については、まあ、しかるべきタイミングで、させていただきます。ツイッターもね、しばらく、鍵アカでやろうと思うんで、ちょっと鍵はかけておきます。ちょっと、ひっそりとやるんで。
ツイッターはちょっと鍵かけます。あ、無理はしない、無理はしない。ありがとうね。うん、ありがとう。無理はしないっすよ。拡散はいいっすね。あの、一から、その、また新しいステージで、新しくやっていこうと思ってるんで、心機一転。心機一転やっていきます。だからね、静かにこう見送っていただけると嬉しいですね。今まで本当にありがとうございます。まあ、ふわっちに来て本当に良かったですね。思い出がたくさんあります。ありがとう、リリちゃん。ファンタスティック花火ありがとう。ありがとうね。リーちゃん、ありがとう、たくさん。いや、無理しないで。リリー、無理しないで。ありがとう。ありがとうね、リリー。リリーがね、ふわっち来てくれて、本当にね、空気良くしてくれて、本当に感謝してるよ。ありがとう。リリーには本当感謝してる。いいよいいよ、無理しないでね。ありがとうね、リリー。無理しないで。うん。ありがとう。ありがとうね。無理しないで、リリー。うん。リリがね、来てくれたからね、リリがね、空気を良くしようって思ってね。本当にね、リリーには感謝してるよ。新しい風吹かせてくれてありがとうね。うん。リリーのおかげですごい楽しかったよ。終わりの1ヶ月。ありがとうね。リリ無理しないで。ありがとう。無理しないで。大丈夫だから。ありがとうね。ありがとう。ファンタスティック花火ありがとう。ありがとうね。いや、本当にね、リリはね、俺のね、放送全体のこと考えてくれてね、いつもね、空気を良くしてくれてね、本当に嬉しかった。リリのおかげでね、最後の1ヶ月本当に楽しかったね。本当に感謝してる。本当に愛されてるなと思ったよ。残り5分ですね。まあ、ふわっちのね、リスナーさんが、こう、幸せに、楽しく、笑顔で、毎日が過ごせることを願ってます。ありがとう。ふわっちは活動休止ですね。はい。ふわっちの活動休止します。ありがとう、リリー。ありがとう。まあ、本当に楽しかったですね。皆さんと出会えて、また、こう、
人生をね、変えてくれて、本当にこのサイトには感謝してますね。運営さんにも、マミーありがとう。ありがとう。頑張るね。ありがとうね。あ、ごめんなさい。今後の活動をどこでするのかっていうのはちょっと差し控えさせていただきます。じゃあ皆さんありがとうございました。残り4分で、僕は活動を休止させていただきます。本当にありがとうございました。レタイさんありがとう。そうですね。これで活動を休止したいと思います。ありがとう。ああ、ツーありがとう。ああ、そうなんだ。ツイッター見てきてくれたんだ。ありがとね。今まで。あと3分でこれで終わりにしたいと思います。本当に、皆さん風邪をひかないで幸せにお過ごしください。本当にありがとう。またね、どっかで、会うことがあるかもしれませんが、あ、マーミンさんありがとう。アイデンティティありがとう。お疲れ様です。本当に。すごく楽しい日々でした。本当にありがとう。本当にありがとう。おばあさんありがとうね。あ、花火ありがとう。ファンタスティック花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様、じじじいさん。ありがとうございます。またね、活動休止から、こう、開けたらね、また見に来てくれる人が出会えたら嬉しいですね。また活動再開をしたら。まあ、いつ再開になるかはわからないですけど、再開の日にまた会えたら嬉しいと思ってますね、僕は。本当にありがとうございました。ちょっとコラボが来ましたので、コラボあげます。頑張れ、ありがとう。ああ、ワードさん、はい。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。かけながら応援しました。ああ、そうだったんですか。はい。ああ、こロんム線のな。方、ロム線の方だったんですか、ザーニーさんは。ああ。もうちょっと映画なんかもはい。応援してたんですけどね。ああ、ありがとうございます、もう本当に。なんか、映画出たいななんて、あ、思っそうただっりしたんですて。か。はい。あ、嬉しいですね。はい。まあ、こんな感じでよければ、なんかこう、映画、ちょっと検討してもらっといてもいいですかね。もちろんです、もちろんです。もう、適役ですね、完全な。あ、そうですか。いあ、やー、もうすごい。採用ですね。ああ、そうですか。はい、もう、セリフ付きで。あ、いいですか、こんなんで。あ、もう採用ですね。ああ、よかった。はい。はい、もう、い、い、もう見た瞬間に、あ、これだって思いましたね。本当ですか。はい。脚本変えようかなって思いました、今。本当ですか。はい。じゃあ、まあ、ちょっと少し、まあ、活動休止して、そうまあ、ですね。栄養というか、まあ、その疲れを取ってですね、そうですね。また再開した時にでも、そうですね。はい。もうザーニーさんに、もうほんとそのまんまでいてほしいというか、ザーニーさんそのまんまを撮りたいですね、僕は。あ、そうですか。ビンビンあ、来てます。すごい嬉しいです。じゃあまた活動を再開した時によろしくお願いします。そうですね。はい。ありがいとうごや、ざいます。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、頑張ってください。頑張ります。
落ちます。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、うん、まあ本当にいろんなことがねありましたよ、2年間の間に。まあしょうがないですね、やっぱりご挨拶があるんで、やっぱりね、こう人との縁はこう大事にしていかないといけないんで、うん、一人一人を大事にして、一人一人のリスナーさんとの出会いでここまでやってきたんで、やっぱりそこは延長しますね。はい。ないがしろにはできないですね。うん。それはもう本当に配信ってそういうもんなんで、うん。それでコツコツやってきたんで。うん。もう本当に、ありがとう。ありがとうね、リリー。ありがとう。ヒッチハイクとか懐かしいですね。一番思い出深い、何がこの2年間のふわっちですか。一番思い出深いのは、そうですね、なんだろうな、まあ本当に毎日が一番でしたね。全部の枠が一番です、本当に。うん、はい、順番つけられないですね、うん、順番がつけられないです、そうですね、本当に、マルーンごめんね。ちょっとね、今後の活動については、まあ、いろんな、もう本当に涙をこらえるのが精一杯ですね。本当に。うん。お気持ちが嬉しいですね。ありがとうございます、ピカチュウさん。はい。いや、本当にね、僕の人生を、変えてくれた、そんな気がしますね、そんな気がしますね、はい、なんかそんな気がしてきましたね、まあ本当に前々からそろそろなんじゃないかっていうのは思ってたんですね。まさか今日この日が来るなんて思わなかったですね。ありがとう、リリちゃん。無理しないで。無理しないでね。いや、本当にみんなと出会えて、僕は、ありがとう、リリちゃん。あきらさん、おはようございます。今後の活動については、差し控えさせていただきます。今後の活動については差し控えさせていただきます。そうですね、活動休止という、まあ僕の考えなんですけど、引退というとやっぱり嘘なんじゃないかって思われてしまうんですね。嘘なんじゃないかっていう。で、僕はやっぱり生まれてこの方、嘘を一回もついたことがないので、やっぱり今の気持ちとしては、やっぱり無期限活動休止っていう、このね、活動休止という形が、それが一番しっくりきますね。まあ本当に、なんだろう、全力疾走。でしたね、本当。まあ常に閲覧トップで駆け抜けてきたというか、それだけが自慢ですね。それだけが。ごめんなさい、ちょっと今後のことに関してはいろいろあるので、ちょっと差し控えさせてください。
いや、俺もリリと出会えてよかったよ。本当にありがとう。うん。リリと出会えて本当によかったよ。ありがとうね。つー、ありがとう。本当に。ありがとう。まあ、本当になんだろう。まあ、多分、その僕がいなくなったことによっていろんな影響があると思うんですね。やっぱりその配信会全体のことを全体いろいろあると思うんですけど、それだけはね、本当にですね、本当ですね。まあでも、本当に宝物ですね。宝だなって。本当に思いますよ。宝なんだなって。ありがとう、リリちゃん。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。本当にね、ふわっちは、もうこれからはね、本当に、中西マンが僕の後を継ぐんで、もう、中西マンしかいないと思ってます。僕の後のポジションを取るのは、中西マンに継いでもらいたいですね。もう彼は、僕とそっくりというか、スタイルが似てるんじゃないかなって。まあ、一回も見たことないんですけど、一回も見たことないんですけど、いや、僕もあんまりよく知らないんですけど、一回見たことないですね。ないですね。まあ、見たことないですね。正直。そうですね。ふわっちの活動を休止しないとなって思ってますね。さっき、牛丼を買った時に、結構待たされたんですね。牛丼がなかなか出てこなくて、あ、終わったなって思いましたね。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。ほんとすいません。本当にすいません。ああ、終わったんだな。そうですね。決定だというか、まあいろんな要因があるんですけれども、まあ閲覧が減ったとか、花火が上がんなくなったとか、配信者にディスられるとか、まあ些細なことはたくさんあったんですけど、決定だは、まあ牛丼を待たされたっていうことですね。ありがとう、風船ありがとう。いいね、ありがとう。ありがとうね、笑い男。ありがとうね。
みんなありがとうね。悔しかったっていうか、まあ、なんだろう、こう、喪失感しかなかったですね。うん。うん。ありがとうね、のりのりさん。ありがとう。うん。で、やっぱり、その、なんだろうね。うん。うん、まあそれが理由ですね。うん、まあそうですね。でも僕はふわっちやりたかった。ふわっち初期組として本当にやりたかったな。やりたかった、やりたかったなぁ。最後までやりたかった。最後までやりたかったっすね。無念です。ありがとうございます。花火ありがとう、リリちゃん。心残りがないといえば嘘になりますね。本当に。本当。そうですね。まだやれるんじゃないか。まだ前に進めるんじゃないか。で、ここまでやってたんですけど、気がついたら、全然前に進んでなかったことに気がついてしまいましたね。うん、7歩ぐらいですね。この2年間で進んだのは。うん、まあでも、7歩前に進んだっていうことを誇りに、次で頑張ろうと思ってますね。頑張りますね。うん、ありがとう。アイテムたくさんありがとう。ありがとう。ありがとう、レッドアイさん。ありがとう。そうだね。俺もリスナーさんからコメントもらうのが生きがいだったんで、嬉しいですね。アイデンティティさんありがとう。ありがとうございます。ほんと、みんなと、花火ありがとうございます。特命係長。花火ありがとうございます。本当に、名残惜しいですね。みんなと会えなくなると思うと、名残惜しいと思いますね。本当に。ただ、ただまあ、ね、縁があれば、またどっかで会えると思ってるんで。縁があればまたどっかで会えるんじゃないかなっていう、そういうふうに僕は思ってます。ありがとうございます。花火ありがとう、匿名さん。ありがとうね、匿名さん。ありがとう。そうだね、みんながこう幸せになってほしいですね。出会ったすべてのリスナーさんが。ありがとうございます、匿名さん。花火ありがとうございます。あ、ワンタンさんありがとう。ありがとうございます。そうですね。多分あの時、店でご飯を食べてたらこんなことにはならなかったっすね。些細なことなんです。些細なことなんですよ。カイトさん、そうですね。はい。あ、匿名になっちゃった。多分ね、チェックボックスにボタン入れちゃったんだね。うん、まあでも本当に本当に幸せでしたね。本当にふわっちで配信ができたっていうことと、花火投げても匿名になるのはチェックボックスが入ってるからですね。花火投げるところに匿名で投げるっていうチェックボックスですね。
チェックボックスを外すと大丈夫ですね。ありがとう、レッドアイさん。ありがとうございます。ありがとうございます。理由はまあ、たくさんありますけど、まあ、その、まあ、限界かなという。そうですね、休みますね。活動休止を。まあ、前々からちょっと、ね、あの、トイレに行く回数が多かったりとか、いろいろあったんですね。寝つきが悪かったりとか。やっぱり、このまま続けていったら壊れるなっていう。まあ、だから、言ってしまえば、ああ、リージちゃんありがとう。花火ありがとう。まあ言ってしまえば、あの、ドクターストップだと思ってもらっても差し支えはないんじゃないかっていうふうに思いますね。そうですね。ドクターストップってことに。はい。ドクターストップなんじゃないかなって思ってますね。笑い男ありがとう。花火ありがとうね。まあ、ほぼドクターストップですね。おそらく。まあちょっと無理が、もう、やっぱりね、最前線ずっと走ってきたんで、ちょっと、まあ、きつかったですね。そうですね。リスナーさんには絶対バレまいっていう。本当に。バレてたまるかっていう。そうですね。まあ、限界ですね。限界が。まあ、限界なんじゃないかなっていう。いや、病院には行ってないですね。ただ、まあ、医者が見たら間違いなくドクターストップなんじゃないかっていうふうに僕は考えてます。病院には一回も行ってません。ここ2年ぐらい一回も行ってないですね。ああ、ありがとう。花火ありがとうございます。そうですね。ちょっと白髪が増えたっていうのと、やっぱり料理配信でね、カメラを上に構えた時に頭頂部が結構来てるっていう。前から来てるのは、まあ知ってたんですけど、あ、後ろからも来たかと。やっぱり料理配信の時もちょっとでかかったですね。後ろ向いてフライパンで卵焼き作ってる時に、あっていうコメントがたくさんあったんで、みんなでね、口を揃えて、あっていうコメントがあって。で、とどめはやっぱりのりこが知ってたっていう一言ですよね。彼女ののりこが知ってたって一言つぶやいたときに、飽きてるなっていう。はい。ちょっと、きついですね。正直ね、本当に、いろんなところが、ガタが来てるんで、いろんなところがね、本当に。ありがとうございます。花火ありがとうございます。ありがとう。まあだからこれからは本当に、まあまあ、ハゲというか、まあ頭頂部にストレスが溜まっているっていうこと、まあ後頭部からも来てしまったっていうこと、それは、ありますよね。やっぱ要因として。脇側、結構、僕は大丈夫ですね。はい。脇側、むしろ武器の一つだと思ってるぐらいなんで。はい。それは大丈夫ですね。脇側に関して言えば。問題ないですね。残り10分でお別れですね。
残り10分でお別れですね、皆さん。ありがとね、みんな。みんなと出会えて本当に良かったよ。みんなと出会えて本当に良かったよ。ありがとう。うん、ありがとうね、 KP、 ありがとう、ありがとう、本当にありがとう、リリちゃん、たくさん花火ありがとう、いいね10個ありがとう。あ、ちょっと今後の活動については、あの、差し控えさせていただきます。今後の活動については差し控えさせてください。ハートありがとう。はい、やめてどうするのか、今後の活動については差し控えさせていただきます。はい。アイテムありがとう。みんなありがとう。カムさんありがとう。ハートありがとう。まあ、やっぱりね、やっぱり、その、2年間、あっという間だね。あっという間だね。本当に。いやー、カメオありがとうね。そう言ってくれて。あ、ユミちゃんさよなら。カメオありがとうね。そう言ってくれて。そう言える日が来るといいな。そんな日が来るといいな。そんな日来るのかな。ねえ、リリー、本当にありがとう。ありがとう、カーヤさん、ありがとう。俺は、元気になって、カムさん、ありがとうね。俺は、また、全盛期の配信者として、全盛期の、ありがとう、花火。全盛期を取り戻したら俺は帰ってくるよ。俺は。ただ、次会うときは、別人だね。もはや。次会うときは、もうレベルが違うよね。正直。それだけは本当に。それだけは本当に、いつの日か分かんないけど、今が全盛期だなって思ったら、俺の後は、あの、中西マンが継ぐと思ってる。そっくりだね。中西マンと俺は。本当に。そっくりだよ。そっくりだわ、あいつは。で、だから中西マンがいる限り、俺は安心かなって。ケイちゃんありがとう。ありがとう。ケイちゃんもお体大事にね。ほんとスタイルが丸かぶりだね、中西マンとは。だから大丈夫。あー、ブルブスさん、どうもです。ブルブスさん、ありがとうございました、本当に。
みんなね、風邪ひかないでね。みんな笑顔を絶やさないでね。俺のことは忘れてね。うん。俺のことは忘れて。うん。俺は忘れないけどね。みんなは俺のことを忘れて。今後の活動についてはちょっとこの場では差し控えさせていただきます。うん、ありがとうね。ありがとう。そうだね。ありがとう、花火ありがとう。またね、本当に。そうだね。のりこと俺は死んだと思ってください。のりこと俺は星になったと思ってください。そうだね。前向きにね。ありがとね、ツー。ありがとね。そうだね。みんなが夜空を見上げた時には、俺がいるからね。見かけたら声かけていいですか？正直塩対応ですね。正直塩対応です。はい。はい。正直ちょっと嫌な顔します。ごめんなさい。ちょっとうざみたいな顔しますけど。はい。まあ、1000円2000円渡せば、ニコニコするんで。まあ、1000円2000円ちょっと握手するときに、ちょっと包んでもらえれば。まあ、いい感じの写真撮りましょうよ、みたいな、ちょっとノリノリな感じになると思うんで。握手のタイミングで1000円2000円。まあ、ちょっとギュッて握ってもらえれば。神対応でいきますね。コラボ拒否してないよ、俺。コラボ拒否してないよ。リクエストないよ。はい。フォーエバーですね、はい。じゃあ、残り1分ですね。皆さん、ありがとうございました。申請来てないですね。申請来てないですよ。リクエストありませんってなってる。あ、来た来た。ちょっと待ってください。はい。承認します。ちょっと待ってね。コラボ。ちょっと待ってください。あ、もしもし？もしもし。私、売名で最初に突入したのがワドゥさんなんですけど。知ってる知ってる。ライラが2日目だったよね。あ、そうですね。初陣の相手で、今、閲覧が100くらいあって、この人がいいよって。そうそうそう。ライラは俺伸びると思ってたよ。いや、ライラは伸びると思ってたよ。もしもし？もしもし？もしもし。いや、もう問題そこじゃなくてさ。俺は、ライラは、ああ、この子売れるなって思ってた。俺聞こえてるよ。もしもし。もしもし？あれ？なんだろう？もしもーし。あれ？あれ？音が来てないな。もしもーし。もしもーし。あれ？落ちた？あれ？なんだろう？もしもし？あれ？もしもーし。
なんかおかしいね。あ、来た来た。あれ、つながんねえな。なんだ。もしもし、聞こえてます？聞こえてます？ちょっとこっちの電波が悪いかもしれないんですけど、こっちは聞こえてる。せめてそのなんか優秀の美って知ってます？優秀の美。あー、ごめん、俺無学だからちょっとわかんないな。あー、まあ、最後に終わる時くらい美しくいようっていう心持ちなんですけど。なるほど。このままやめるとすっげえ情けなくてダサくてかっこ悪いのがワドゥってなるけど、それでいいの？え、なんでなんで？え、最後くらい見え張れないの？最後なんでしょ？な、何を最後の見え張るってどういうこと？だってふわっちからもいなくなるんでしょ？そうだね、活動休止するね。わー、ワドゥってすごい情けない男だったなみたいな感じになるけど、それでいいの？いやいやいや、最後くらいかっこつけれないの？あいつでも最後はかっこよかったよなとか、潔かったよなとか。いや、サパッとできねえの、サパッと。いや、2年間ずっと。お前、まあ、はたから。みっともな、なん、どういうこと？ すごいみっともないもんな、めめしい。女の腐ったような感じ。え、何が？本当は、もっといけるかと思ってたけど、みんな、ありがとね。でも、これからも、みたいな。もう、これ、引退詐欺だよね。うん、詐欺詐欺。引退詐欺じゃないよ。じゃあもっとサパッと潔く行けよ、切腹する武士のように。何切腹するって？だから武士とかさ、最後死ぬ時めっちゃ潔いじゃん。自分で腹切るじゃん。本当は死にたくなくないけど殺されてとかやんないじゃん。いざさらばって言って自分でサパッと腹切んだよ。サパッと。ほう。できねえの最後くらい、本当に最後なら。じゃなきゃ詐欺だなってみんな思ってるよ。みんな思ってる、これ詐欺だなって。え、それともまさかこの閲覧をさ、なんか勘違いしてる。これは閉店セールになって急にお店閉めないでとか、惜しい店だったのにって言って、普段買い物もしない人がデパートにやってくるのと一緒だよ。わかる？普段買い物にみんなが来てれば閉店しないで済んだのに、まあでも、まあ、最後だからって来てコメントしてるだけだからね。今これ閉店セール状態、閉店セール状態。もしあなたのデパートが本当にいいデパートだったら、通常営業でもう人が来て、まあ閉店しないで済んだんだけど、まあ、閉店することになったわけじゃん。じゃあ本当にお世話になってもう最後だって、最後だって言うならせめて最後くらいカッコつけたら。ワドゥをさ思い出すときに超情けなかったの、あいつで。いいの、お前。人の記憶に残るときに。もう、めそめそしくしく、めそめそしくしく、本当はやめたくなかったけどとかさ。なんだよ、それ。本当はやめたくなかったけどって言っていい言葉じゃないだろ、引退するなら。お前がやめたくてやめるんだよ。ワドゥ。本当、ワドゥだよ、ワドゥ。やめたくてやめんでしょ。あ、もう無理だなって思って。やめるわって。なんでサパッとできないの。本当、かっこ悪い。減らってるならなんならもう無言でアカウント消した方がいいよ。じゃなくてさ、え、何その気力のなさ。すみません。その休止って何？これ休止って何？まず休止って何？いや、活動休止。え、じゃあ再開するの？引退なの？はっきりしよう、まずそこ。いや、それはほら。あの、いや聞くよ。これからの進退は聞かないでくださいってあるけど、聞くよ。全然聞く。引退なの？いや引退じゃん。え、あれなの？いや、靴屋さんの閉店セールバーゲン詐欺なの？10日で閉店みたいな詐欺っていうか、だって構ってくれないから、みんな。じゃあもうそれを全力で叫べよ。こじり方が足りないんだよ。だって相手もくれないし、下手なんだよ。全然
全然閲覧の。なんか体張れよ、泣き芸するとかさ。なんか別に、なんかすれよ。プライド。新しいことすれよ。なんか空中で、なんか道でいきなりバク転するとかさ。でも、最近若手が体張ってるから。いや、お前もじゃあ体張れよ、ジジイも。体張れよ。いや、もう、ちょっと。逆になんか一周して女子中学生みたいになってるよ、今。うん。まあでもそういうとこ、先輩かまってくれないし、うん、みたいな感じになってるよ。でもそうかな。いやそうかなじゃなくて、なんそんな元気ないの出した？元気ねえよ出した？元気がない本当に覇気がない。いやだってアイテム飛ばないの。いや当たり前じゃん飛ばないんだよ。うん、うん、飛ばないんだって飛ばないの、うんうん、アイテム飛ばないのどれくらい飛ばないの。一時2000円とかだからちょっと生活できないからちょっと。いやそれは生活できねえよ無理だよ、うん、うん。飛ばねえな本当にすごいね、うん、8時間やって8時間とか10時間やって2000円。いやそれも公表していこうよ逆に面白いから。いや公表してるから。いや公表しててそう。いや今日の稼ぎ2000円ですとかさ1週間やってみ面白いから。いや1週間やってるから。いやもう公表しようちゃんとふわっちポイントをみんなにさらけ出して。いやちゃん全部公表してその結果だから。いやえだから文鳥と話すんだったっけ。そうみんな知ってるから。エドワードよな。いやえなにこのめめしい感じが売りなの。でも売りじゃないよ。あこれ引退詐欺で結構恒例の行事なの。引退詐欺なんかやってない。休止の意味をはっきりさせよ。日本語ってやっぱ難しいから。うるさいよ。休止は休止なんだよ。うるせえな。いやもう考えよ。日本語って難しいからさ。うるせえよ。休止は休止なんだよ。いやお前は今閉店バーゲンセールをしてんだよ。うるせえよバカ野郎。営業妨害だよ。特大セールみたいな。休止は休止なんだよ。いやいやここはだって民意を代表して民主主義だからさ。知らねえよそんなもん。知らねえよそんなもん。知らないとかじゃなくてどっちなの。自分知らねえ。休止は休止だよ。だからどっちなのって。休止ってやめるのやめないの。休止は休止だっつってんだよ。うるせえよ。休止は休止だよ。あじゃあこのバーゲンセールあと何回も続く感じですか。知らねえよそんなもん。いやお前、ま、自分のことだから活動方針決めとこ。知らねえっつってんだよ。知らねえよ。いい大人が知らねえよじゃないって本当。そんなあのグレた中学生じゃないんだからさ。うるせえよ。知らねえよ将来なんて就職するかどうかバーベル関係ねえだろみたいなさ。関係ねえだろ。いい年なんだからじいじい考えよ。ちゃんとはっきり言葉に責任を持とう。てかお前大学行ってんのかよ。いやちゃんと在籍してるよ行ってるよ。もう鮫島さんの家でお前パコってんだろ。いやパコってないパコってない。すごいね言ってることが金馬寄りになってきたね。いやパコってるでしょ。何あかんうふん。じゃあぶっちゃけパコったでしょ。あはんうふんってお前休止前にそんなこと気になるのすげえな。いやいやパコったでしょ。鮫島さんとパコったんだろ。僕は星になるとか言ってたのに、うん、いやパコったんだろ。僕は星に。いや星にならない。痛いとこ疲れてんだろ。パコったんだろ。全然痛くない全然。いやえじゃあなんでパコん。じゃあ逆に聞くわ。なんでパコんなかったの。お前急に喜ぶなよ下ネタになって中学生だよ。いやいや下ネタじゃねえよお前。急にパコお前さ配信外でお前鮫島さんの家泊まったよな。え止まった止まったもちろん。じゃあパコってんじゃねえかよ。そこで急に喜ぶなってジジイ本当に。そこだけ元気だな。なんでパコんなかったの。えなんでパコんなかったの。やっぱ二人とも高潔な人間だからじゃないやっぱり。鮫島さんが高潔。鮫島さん高潔だよ。うん。だからレモン聞いて泣いてるし。うん。まあ、惚れてんの、サメジョ。え、何が？そう、私は全然サメジョさん好きだよ。ああ、何？恋愛的に？恋愛対象ってこと？え、何の話になってきたの、これ。すげえな。え、悪いが主役じゃないの？いやいや、そこははっきり、白黒はっきりさせようよ。え、じゃあ、お互いはっきりさせよう。じゃあ、分かった。この休止って何？どう？休止だよ。はっきりさせよう。休止って何？どういう意味を指してるの？うるせえよ。だからさ、うるせえよ。今リスナー、俺は自分のリスナーさんと向き合ってるんだよ。え、向き合った結果、あの
変なスイッチ入っちゃったの？謎スイッチ入っちゃったの？スイッチなんか入ってない。スイッチなんか入ってないよ。涙、涙、涙だよ。涙、涙。入ってないよ。俺は2年間毎日本気でリスナーさんと向き合ってきたんだよ。だってその結果文鳥と話すことになっちゃったんでしょ。でなんなら面白いけど文鳥と話すの。お前何文鳥ディス。いや文鳥はディスってないけど、コメントないから文鳥と話すって結構面白いと思う。いや俺毎日文鳥と話してるから別に。いや文鳥と話したらいけねえのかよ。なんだよ文鳥飼ってるやつ。いやいけない理由はないけど。何が悪いんだよ文鳥と話してよ。いや、なんだてめえ。リスナーさんと真剣に向き合った結果が文鳥と話すって面白い。何が悪いんだよ。何がおかしいんだよ。文鳥と心通わせて何が悪いんだよ。いやリスナーさんと真剣に向き合ってなくないもん。いいじゃねえかよ。文鳥と向き合ってるじゃん。なんだよお前文鳥の何がわかるんだよお前に。いや文鳥はわかんないけど、そうリスナーと向き合ってないよね。なんだようるせえよ。文鳥と話して何がある。文鳥と向き合ってるのリスナーと向き合ってるのどっちなの。うるせえよ。コメントなかったら文鳥と、文鳥と話すならコメントなかったら。いやコメントなくても文鳥とは話せねえよ普通。いや話すんだよ。お前には文鳥何もわかんねえんだから文鳥のこと言うんだよ。わかんないわかんないわかんないし、ちょっとそういう人間になりたくないけど、まあとにかくさ、もっとサパッといけないの本当。何がメソメソしてるの。は33年間ずっとこうだけど俺。いやそうじゃなくて、なんかこう、いやなんかこう、え、みっともなくない。何がみっともねえんだよお前。お前いくつだよお前。お前いくつだよお前。年上だから先輩と呼んでくれていいよ。先輩と呼んでくれて。いくつだよお前。41だって先輩と呼んでくれていいよ。ふざけんじゃねえぞマジで。いや、ふざけんなってふざけてない。鮫島さんに聞いてみなよ。実際見たら41だったって言うから。言う、全然言う。え、それよりこの休止についてやっぱはっきりさせよ。みんな知りたいから。何を知りたい。え、休止って何って。これはバーゲンセールなのか、ジュディ&マリー活動休止、黒夢活動休止、ルナシー活動休止、ワド活動休止だろうが。何がその列に何で並んだんだよ。なんでだよ。ジュディ&マリー活動休止者だろうがよ。え、なんでアーティストと、うん、アーティストだもん、しょうがない。アーティストなんだから、アーティストなんだからしょうがねえだろうがよ。アーティストなんだ。アーティストはしょうがないけど、なんでアーティストのカテゴリーに並んだの。アーティストなんだよ、うるせえよ。だからそこにワド、アーティストなんだよ、うるせえよ。いや、アーティストなの分かってるけど、アーティストだろうがよ、どっからどう見ても知らねえよそんなもん。ワデはアーティストじゃないと思うけど。アーティストだよ。やっぱあれでしょ、なんかあのフランスのせいフランチェスコみたいな小鳥と会話してるんでしょ。そういう政治だわ。アーティストだよ。なんなお前、アーティストディスってんのかお前この野郎。いやディスってんのつな、ディオみたいなこと言わないで本当。あのさ、え、ちょっと今どれくらいくらい、は、何お前練馬もディスんのかお前。いや、練馬はディスるけど、練馬は全然ディスるけど。まあ、ふざけんなよ。わかるんだ、DO ネタ。お前、練馬ザファッカーにお前追われるぞ、ね、お前。練馬できんじゃねえよ。練馬ザファッカー、ごめんね。DO はだっているだけだもん。お前、DO さんディスんじゃねえよ、お前。ディスってね、DO 存在面白いもん。いや、今 DO さんディスっただろうがよ、お前。DO さんディスったってことは、お前、鎖カフェも全部ディスってんだからね。いや、まあ、鎖カフェもちょっとコアなネタすぎてわかんないけど、まあ。まず休止、まずアーティスト出すの、話そらすのやめよう。話そらしてねえ、アーティストなんだからよ。休止って何っていう話を今してるの。休止って何。休止は休止だよ。だけどどう休止なの。やめるの。ふわっちから永遠にさよなら、そなんか星になるんでしょ。いやだからそれは本当星になるの。いやまあ星になるよね、本当。夜空を見上げて。アカウント消していただくということでよろしいですか。いやそれ消さないよ。消さないの？え、じゃあこの休止ってタイトル良くなくない？じゃあどうやって俺に会いたくなったらどうすんだよ。俺の。いや、4500人だよ、こっちはフォロワーが。あー、大丈夫です。そのフォロワーも、あの、8割方も忘れてるから。だって最近ほら、文鳥と会話してたわけじゃん。
やっぱ4500人もいたら文鳥と会話しないで済むと思うんだよね。だ潔くないって、もうこれがさ、閉店セールなら言おうよ、詐欺セールみたいな。じゃあもう活動、俺は活動休止するって決めたんだよ。いや、それは誰も止めてないんだけど、その休止様があまりにもみっともないって話をしてるんだ。なんだみっともないって、何の話だよ、お前。いや、なんかもう、もっといけると思ったし、思い出があるけど、みたいな。なんだお前、この野郎。そんな休止ってあるか？あるよ。いい年した男が。うるせえよ。最後くらいサパッと行けよ、サパッと。そういうとこだって、そういうとこ。なんでサパッとって。何がサパッとなんだよ。休止だっつってんだ、最初から。潔くない、潔くない。知らないよ、そんなの。お世話になった人とお別れするんでしょ？だったらもっとお別れしてん、お別れしてんじゃん。ありがとうって言ってんじゃないか。ジメジメすんねん、もうありがとうと言って止めてとしか言ってない。カマチョカマチョ、うるせえよ。え、だってカマチョなんだもん。カマチョじゃないもん。いや、カマだから、カマチョじゃないもん。カマチョだろ、カマチョだろうが。全然違うよ。最後くらいお世話になった人にカマチョしないで。どう挨拶してんだよ、お世話になった人に。いや、挨拶という名のカマチョじゃん。カマチョじゃないよ。いや、カマチョだったろ、ずっと。違うよ、全然。いや、で、じゃあ、休止って何？あと、もっとも使っていないんじゃない？うん。停止関白だよ。いや、まあ、そこじゃないんだけど、あの、休止って、じゃあ、どうするの、ワードゥータン。休止ってやめるの？だから、どれくらい休止するの？どれくらい休止するの？違う、違う。さっき、じゃあ、本当のこと話していい？いや、本当のこと話した方がいいよ。うん。本当のことは話した方がいいよ。アイテム爆投げするっていう人が、うん、爆投げしててくれてた人が、うん、ふわっちプツプツするからムカつくって嫌よコメントがあって。え、その爆投げしてくれた人っていうのは実在する人物ですか？うん。幻覚とかじゃなくて？幻覚とかじゃなくて本当にそういう人物がいたんですね、うん、かつて、うん、かつて、いやいや、かつていたんだけど。かつていたんだね、かつて。私もふわっちやめるから YouTube ライブ行ってほしいって言ったから。え、じゃあ単に YouTube ライブ行くだけ？え、YouTube ライブに移行するのね。YouTube ライブに。いや、それは今後の活動についてはこの場ではちょっと差し控えさ。いやいや、活動とか言うけど、お前アーティストじゃねえから、本当に。アーティストじゃないから。ルナシーとかと並べないで、本当に。いや、河村隆一クリソツ。あ、さっき俺ルナシーのロージア歌ったら結構キャーキャー言われてたよ。え、キャーキャー言ってたの？本当に？ちょっともう一回。いや、キャーキャー言われてたよ。ちょっとキャーキャー言われてるか確認するから、コメント欄。いやいや、こんなところで歌わないよ。俺アーティストなの。いや、アーティスト歌ってみて、ちょっとキャーキャーするか確認したいから。いや、さっきキャーキャーしてたよ。してたよ。誰がしてたんだ？いや、してたんだよ、23人。実在する？女、してたよ。聞いてみろよ。今532人いるから、ちょっとロージア。いや、違う、渾身のロージア。うん。こんなところで歌わねえよ、バカアーティストは。いや、もういい、いいよ、ちょっとだけでいいよ。うん。いやだよ。やっぱキャーキャー確認したいから、うん。いつめても話せない。キャーキャーしてたわ。確かになんか米なんかざわついてた、うん、キャーキャーしてた、うん、キャーキャーしてたわ、うん。え、であとあの再回転どうせすんでしょ、ふわっちで。いいね。だからふわっちは活動休止だって。だいつまで休止するの？いや、それはわかんないよ。だからアーティストなんだから。いや、わかってるだろお前。いや、いろいろあるでしょ、メンバーとか。いや、いろいろあるだろお前。そう、音楽性の違いでね、解散して新ドラマ入れたりするよね。うん、そうだよ。え、どうしよう、リスナーさん、ちょっとやっぱ病気ってどうしたらいいかわかる？やっぱ彼の病気に対して今考えてる。お前も病気だろうがよ、お前病気でしょ。だやばいだろう、なんかアーティストでとかさ。
完全に病気じゃん。いやアーティストだもん。いやまあどんどんなんか進化してるじゃん。文鳥と会話するレベルだったのが、ちょっとアーティストだから動物の気持ちとかわかんないからそういうひねくれた人間になるんだ。いや逆に動物と会話できると思ってるお前の方がやばいよ。いや動物と会話できるよ。できるよ俺は文鳥と。いや本当にちょっと今会話してみてよ。会話会話できるもんできるもん。いやお前会話してみて。よく聞けよ。よく聞けよ。会話してみて今会話会話会話してみて会話。うん。シャカ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 。それなんて言ってるの。返事もちゃんとしてよ。返事。シャカシャカ。はい、アウンチしたの。シャカ眠いってよ。え、なんて眠いって。いや寝てるよ。え、でもなんか多分シャカね、自動餌やり機くらいにしか思ってないよ、ワドゥのこと。いや全然違うよ。自動餌やり機、自動的に餌が降ってくるなくらいしか思ってない。お前全然分かってねえわ、全然分かってねえ、本当に。いやまあでもそれはしょうがないもん、ワドゥは病気だから。うん、お前病気だろうかよ、どっからの。いや、病気じゃないよ、動物って。文鳥とか。お前 ADHD だろ、どっからどう見ても。でもそうだけど、文鳥と、あの、会話しないから。お前 ADHD のお前何言われたかねよ。ギャーギャー言われてんの、キャーキャー言われてんの。お前 ADHD じゃねえかよ、典型的な。古代妄想とかないから。古代妄想とかないや、お前。人と会話できねえだろうがよ、お前。いや、だってワードゥーがね、アーティストだったら、私あれも、あれだよ、あの、もう。成人？もうバチカンから成人になってくださいとかそういうレベルやよ、本当に。はあ？あ、バチカン四国とか言ってもわかんないの、ごめんね。わかるよ、バカ野郎。え、じゃあせ、うん。で、まあ、その、まあまあまあ、いいや、ワードわかんなそうだし。で、え、あ、はあ、で、どっちなの？詐欺なの？詐欺じゃないの？ここだけはっきりしとこう。何？詐欺って何なの？俺、誰も騙すつもりなんかねえか。え、じゃあ、いや、今アンケート取ってみよう。これね、8割の人がね、引退詐欺だと思ってるよ、ワドゥのこと。じゃあ、思わすときはいいじゃねえかよ、そんなもん。いや、でもやっぱ、民衆を代表して今質問したいね、休止について。うん。休止っていう曖昧な言葉なんだろう、みたいな。いや、わかんないよ。そりゃ、花火師さんがどうしても。いや、そんなさ、エヴァンゲリオンの主人公みたいな、年じゃないんだからさ。わかるだろ、自分のことくらい。いやいや、だから花火師さんが、ね、花火師さんがもうそしたらふわっちでやってこうみたいになるかもしんない。え、何が？何がって何がだよ。花火師さん次第でふわっちでやってこうってなるかもしれない。当たり前だろうがよ、お前、バカ野郎。じゃあ花火師さん機嫌直してくださいとかさ、やっぱ素直な題名にしよう、うん、素直な題名。いやいやいや、花火、俺のスポンサーさんの意向で会議が開いた結果活動再開になるかもしれないよ。それは花火師さんとの俺とのミーティングなんだから。え、その花火師さんっていうのはもう複数いるの？いや、まあ2人。いや、それは実在するんだよね。多分実在する、うん、え、で、会議っていうのはどこで行われる、どういう会議なの？いや、わかんないよ、それは。 LINE とか来んじゃねえの、 DM とか。あー、指示が来るんだ、勝手に。いや、まあ、だから、ちょっとやばいなっていう、ね、うん、やばいなって何が？いや、だから、まあ、その、生活ちょっと厳しいなとか。いや、まあ、え、 LINE ライブにしたらそのなんか花火師って人が戻ってくるの？いや、それは分かんないよ。だから匿名で花火で指示が飛んでくるんだよ。いや、ワードやめんな。休止する、休止するんだよね。あ、じゃあ この枠で探りたかった感じか。いや、この枠ではもうだから、じゃあ前枠で私もふわっちプツプツ嫌だから私はもう見ないと、ワード悪いと。はいはいはい、うん、うん、私は YouTube ライブ行くんだったら追いかけるわですよ。あ、じゃあもうやめるっていうことで、もう最後ふわっちで見るワドゥ最後見納め。そうだよ、そうだよ、そうだよ、本当だね。じゃあ、じゃあ見納めっていうか活動休止ね。だから濁すのやめろや。だからみんな詐欺詐欺言うんだって。知らないですよ、バレてるって。何がバレてんの？
でもみんなバレてるって、なんかもうだから閉店セールみたいな感じでしょ、そこら辺の靴屋さんとか商店街とか。うん、ね、だからまあまあまあそれはあれだよ、あのいろいろあんだよ、こっちもこっちで。いやもう要は金ないんでしょ、しょうがないじゃん、まあ、考えろよ、うん、少し営業努力、営業努力本当に。何営業努力って、お前じゃあ、じゃあお前の営業努力聞かせろよ。そうなの、私アイテムじゃないけど閲覧に関しては。じゃあアイテムの話してんだよ、まあ、アイテムね興味ないからね。お前いくら稼いだ先月。先月とかわかんない。でもこの10ヶ月で大体1ヶ月、うん、18万くらいじゃない。嘘つけ。本当だって。じゃあお前どうやって生活してんだよ。どうやって生活してる。働いてる働いてるよ、働いてる働いてる。何で働いてんだよお前。家転々としてて働いて、何で働いてんだよ。家転々としてて。ソープ場だって、ソープ場、ソープ場。高級取りだからさ、うん、いや全然すみません、なんか何も悪くないけど、うん、いやなんかごめんね、需要と供給ってあるからさ。うん、うん、そっか、うん、やっぱあの神々もう、あの貴族もう趣味だよね、うん、うん、やっぱり、うん、うん、需要と供給ってあるから、うん、やっぱ可愛い。いやまあまあそうだな、そうだな、うん、いやでもマジで落ち込むなよ、うん、俺マジで落ち込むなよ、うん、いや頑張ってるなと思って。いや頑張ってないね、自分で自分を養うって当たり前のことだからさ、うん、ねえ誰も私のこと代わりに養ってくれるわけじゃないし、うん、自分で自分を養うって当たり前のことで、まあ能力がないからね、うん、しょうがないよね普通に昼間働けないから。うんうんうん、まあそんなことはいいんだけどさ、配信で稼ぎたいんでしょ。俺はまあ配信で稼ぎたいね。じゃあ普通に明日から頑張れよ。こんなことやってたらもう5年後とかほんと食べれないよ。逆に逆に本当に引退するときにすんげえお前冷たくされるよ。いいのそれで。いつか本当に辞めるときが来たときにすんごいマンタドス詐欺だろって言われるんだよ。まずさ、嘘つく癖やめろ。しょうもない。嘘なんかついてないよ、嘘なんか。いやだってもう休止とかさ、うん、だからそのしょうもないせこい感じやめよ。何せこくないよ全然。なんか小敷の割に開き直れてないんだって。何それ。なんか小敷の割になんか、うん、なんだろうな、よっさんほど小敷ってないっていう。うん、いやだから、え？いやだから、その、いや俺にも大切な人がいるから。乗ってまいやでしょ。いやまあだからそれは今あれだけどここでは言えないけど。乗ってまいやじゃないの逆に。いやいいから、いや俺には大切な人がいるからその人と決めるよ。なにそれ、花火師のこと。いやいや俺には大事な人がいるから。いやいない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 。ワドゥにとっては大事かもしれないけど、うん、向こうはワドゥを大事に思ってるかちょっとわかんないから、うん、ちょっとそこはちゃんと話そう。いやいや相思相愛だから、うん、乗ってんまいやじゃないの。いやそれは俺のプライベートな問題だから、人のだって乗ってんまいやじゃないの。いや人のことに、人の生き方に口出すのはよくないよ、子供なんだから。いやあの41だから年上だからパイセンと呼んでくれていいよ、うん、うん、YouTube ライブ、うん、こだわるなぁ YouTube ライブ。だってヒカキンになりたいんだもん。ヒカキンになりたいの。なりたいよ。なれると思うの逆に。子供たちにはどうだ、正直言ってみて、慣れると思ってるの。それともなんか狙って言ってるの。ブンブンって言いたい。いや言ってもいいよ、全然言ってもいいよ、犯罪じゃないから。言ってもいいけど、うん、ブンブンって言いたいの。いや言ってもいいよ、別に言ってもいいって。いいなって。いやだからじゃあブンブンって言って YouTube で子供たちからいっぱいいいねボタン欲しい。いやそりゃ無理だよ、子供たちがワドゥに憧れるわけないじゃん。よく考えよう。よく考えよう。いやわかんないよ。いやわかんないだろうがよ。わなんだよ、わかんねえだろうがよ。いやペンギンって空飛べないじゃん。わかる？ペンギンって空飛べないよね。うん。
それと一緒よ、うん。ペンギンは空を飛べないの。ワドゥーはユーチューバーにはなれないの。ヒカキンにもなれないの。水溜りボンド。はい？水溜りボンド。水溜りあんなフレッシュなさやつらとさ、なんで同じカテゴリー、 おかしいよ、ほんと病気なの。なんかルナシーと並べてみたりさ、水溜りボンドとか、ね、水溜りボンドなれないの。あのフレッシュな、まず水溜りボンド友達いるから、3人組だから、まず友達がいるから、文鳥と会話しないし、友達いるし、フレッシュだし、大学生だし、泣かない、なんかメソメソしないし、その、じゃあ、じゃあ柴田でいいよ。じゃあ柴田でいいよ。いや柴田あれモノモスケ。じゃあ柴田で我慢する。じゃあ柴田で我慢。じゃあ柴田で我慢するよ。柴田の方が我慢できねえよ、一緒にされたら。逆に柴田が我慢できない案件だから。いいよ、柴田クラスでいいよ。いや、どっから目線なのか今すごい気になる、そのいいよ。いや、あんなすぐなれるだろう、あんな誰でもなれるだろう。マジか、マジで。本当？余裕だろ。余裕なの？マジで？余裕だよ。本当？余裕だよ。ごめん、何て言ったの？余裕だよ。余裕なんだ。余裕なんだ。じゃあ明日から YouTuber になってくれる？いや、俺 YouTuber だもん。え、そうだったの？なってくれるって言い方なんだよ。俺 YouTuber だよ。いやー、なんか普通にこじってる配信者だと思ってた。ブンブン。え、あの病気っていつから始まったのかな。ちなみにその病気、何の病気、何の病気、ちょっと私優しいから言えないけど、ちょっとやっぱ悪化してるわけじゃん、1年前より。いや、悪化なんかしてないよ全然、むしろ薬やめてからだいぶ良くなってくるよ。いや、やっぱ悪化してるから、やっぱちゃんと、ね、してないもん、してないもん。だってもんとか言わなかったし。いや、してないもん。なんかすごい瞑想してるし。してないよ、瞑想なんか。全然絶好調だよ。あ、絶好調なんだ。いや、山口百恵、山口百恵方式です。いや、じゃあまあ、山口百恵泣かねえから。本当はもっと痛かったのに。山口百恵方式です。はい、論破。いや、そうじゃなくて、いや、いや、はい、論破。クラシックだね。山口。久しぶりに聞いたよ、はい、論破って。クラシックだね。クラシカルな感じでいいね。なんかクラシカルに顔真っ赤な2チャンネルあって感じで、ちょっと今ね、ノストラジーに浸ったわ。ノストラジックな気持ちになった。うん、ノストラジーな。うん、気持ちに浸れる。ノスタルジーだよ。ノスタルジーだよ。ノスタルジーか。うん。やっぱりそういうユニバーサル配信者だったのね。やっぱ、解雇中にも優しいみたいな。うん、クラシックはね、ちょっと先々週終わったけど、うん。いや、だってノスタルジーの、はい、論破とかさ、クラシカルな、なんかわかる？捨て台詞じゃん。騙されるのは不発休止しないよ。花火で反応するな。今日からまた枠取るよ。なんだこいつ。敏感に花火で反応するなよ。何騙されるのって。いや、すでにこれが騙しだから。ないよ。じゃあもう予言しとくね。これね、1ヶ月持たないね、休止。なんで俺、ね、花火さんに騙されたとか。うん、いや、騙してんじゃない？騙してないよ、誰も。正直騙してないよ。騙してんだろ。誰も騙してないよ、俺。騙してねえのに。たくさん騙してないよね。騙してないよね。騙してないよ、俺、誰も。文鳥に聞いてみて、文鳥に。文鳥に聞いてみて。騙してない、騙してない。文鳥、釈迦に聞いてみて、釈迦。騙してないっつってんだよ。訂正しろよ。誰か騙してんじゃないの？じゃあアンケート。誰も騙してないよ。見ないアンケートなんか関係ねえだろ。騙されたなんて被害報告一個もねえよ。ああ、マジで？うん。本当に？ほら、クレーム来てんだよ。私たちへの挨拶配信じゃないのかって。俺、リスナーさんと向き合ってるから。いや、全然向き合ってないよ、もう。今2年間お世話になりましたっていう配信なんだから、もうそろそろだ。これがだからまた詐欺なんでしょ？詐欺でもなんでもないよ。俺、リスナーさんと向き合いたいんだよ。いや、まあ、向き合った結果のメソメソだろ？見てても全然だから、じゃあこれからハッピーエンドだから。あ、いい感じに、じゃあ潔くなるんだよ、なるんだよ。じゃあ気持ちいい感じで終わってくれんのね。終わるよ、もう。
本当に。いやー、じゃあまあ方針になったと思ってふわっちには戻ってこないということで、もうすごいよ本当に、うん、あれマケドンだよちょっと例えがたまに面白いね。たまにセンスあるじゃん、ワドゥ、うん、まあじゃあまあ何時間休止になるか、うん、そう、休止っていい言葉だよね。そう、休止ってチョイスにセンスを感じるね、うんうん、ありがとうございます。トイレくらい、トイレくらい隠してよ、うん、もうだ最後まで見届けろよ俺の生き様。最後じゃねえだろお前どうせ、うん、よかったな、バーゲン、閉店バーゲンセール意外に売れて。はあ、何その言い方、お前リスナーさんの気持ちそういう風にないがしろにすんのかよ。いやー、ないがしろにしてんのはワドゥだね。いや俺ないがしろなんかしてねえよ。だって絶対ワドゥ戻ってくるでしょ、これで、これで。いやだから閉店バーゲンセール、お世話になりましたとか言って、じゃなんでライラ左、なんでライラ左側になったの？え、これわかんないよ。なんかしたんじゃない？君が。なんでホストみたいになってるの？嫌がらせじゃない。嫌がらせじゃない。いや、やっぱ民意がね。なよこれ。俺の枠じゃないんだよ。ないがしろに、ないがしろにしてるんだって。君だって戻ってたんでしょ？なんでお前、俺の枠乗っとんじゃねえよ。なんだよこれ。いやふざけんなよ。知らい。いやー、これは千葉さんから授けてもらった超能力でさ。なよこれ。地球外生命体ってわかる？地球外生命体、うん、ちょっと千葉さんから教えていただいたね、あの力で、はい、うん、なんでライラメインみたいになってんの？いや、もう民主を代表してるんだって、この国。意味が分かんないでしょ。知ってた？民主主義の国なの。大体の子なんか電波で受信した結果、千葉さん直伝の電波で受信したらみんな詐欺だって。みんな詐欺で、引退詐欺で、あくびしてんじゃねえよ、お前。リスナーさんと向き合えよ。ねえ、もう、お前との話もう終わりだから。リスナーさんと本当にこれからのこと考えるから。これからのこと、だからどうすんの？今結論出してよ。これからどうすんの？じゃあ。だから結論は出てるっつうの。活動休止だっつってんだよ。いつまで？だから戻ってくんでしょ？だから、一日でも早く復帰を望みたいという公式コメントを出してるわけだから。そのオフィシャルとか公式ってとかいう単語は何なの？どっから出てきたの？いや、だから本当に一日も早く皆様のもとに戻りたいとワド監督本人はおっしゃってました。あ、でも皆様の方はワドゥを、あ、こちらからは、うん、皆様の方はちょっとはあ、ワドゥを求めてないっていうか、うん、皆様の方としては、うんうんうん、引退にしよう、引退。まあ、俺は活動休止だっつ、引退なんかしないよ、俺は。あ、じゃあ引退はしないんだ。そもそも配信に俺引退なんかないっていうのが俺のポジションだから。じゃあこの2年間ありがとうございましたって、何を誘ってるの？何が悪いんだよ、感謝の気持ち伝えて何が悪いんだよ。いやー、違うね、花火の涙を見やめないでとかお疲れとか。何が悪いんだよ。単純に感謝、いや、感謝だよ。2年間本当にありがとうだよ。2年間、心の底から。でもアイテムはほら、心よく受け取るわけじゃないですか。アイテム受け取って何が悪いんだよ。お前、ふわっちゃってんだからアイテム受け取んだろうがよ。いや、もう受け取るけど、受け取るだろうがよ。何が悪いんだよ。え、でも、リスナーさんと真剣に向き合うんだよね。向き合ってんじゃねえかよ。え、リスナーじゃなくて、もうアイテムと向き合ってるんじゃない？それって リスナーと向き合ってなくない？いや、まあそれはね、アイテムと向き合ってんじゃん。いや、それはよくわかんない。キャッシュと向き合ってるだけであって、いや、それはよくわかんない。リスナーさんと向き合ってないよね。向き合ってます。てか、リスナーさんっていうか花火師さんと向き合ってるんじゃない？今気づいたけど、まあ、花火師と向き合ってるだけであって、リスナーとは向き合ってないよね。よくわかんないわ。だってリスナーと向き合ってない。何言ってるか全然わかんないわ。いや、わかるでしょ。
わかんないわ。花火師としか今向き合ってないじゃん。まあ、わかんない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 。花火師さんが YouTube ライブに行けって。はい、わかりませんわかりませんわかりません。じゃあここでアンケート取ろう。花火師とリスナーどっちと向き合ってるか。アンケの何アンケアンケってバカじゃないの本当に。バカの人と。民主主義の国だからやっぱりさ、この政治的意図を帯びたね、あの配信者なんで私は。やっぱ民主主義を広めていきたいんだよ。何言ってんだよ、クソガキが。何が民主主義だ、政治の何も分かってねえくせに。バカのくせ。政治なんか分かるのね。じゃあ政治なんか分かるの？いいよ。分かるものじゃない。お前みたいな小僧に、お前、民主主義はどうとか言われたくないよ。本当に。なんで？民主主義の始まりギリシャなんだよね。知ってた？知らねえ、ここは日本だよ、バカ。じゃあ日本いつから民主主義になったの？戦後だよ。明治維新じゃないんだ。違うよ、あんなもん違うだろうかよ、どう考えたって。違うの？でもあれで3世紀が増えたんだよ。考えたけど、まあ明治大正でだいぶ変わったんじゃない？税金納めてない人も投票できるようになったし。うるさい！まあ、だから、リスナーと向き合ってるっていう。うるさい、うるさい、うるさい。嘘だから。うるさいよ。嘘だから。俺が戦後だっつったら戦後なんだよ。うるせえ、バカ。花火師と向き合ってるだけだろ、今ワドゥ。花火師と向き合ってるんだよね。じゃあ、そう言えばいいじゃん。知らん、知らん。わからん、知らん。いや、だって、2年間ありがとうございましたか、かっこ花火師にみたいな。いやいや、そんな、俺は本当、リスナーさんに今まで2年間本当にありがとうございます。じゃあ、リスナーさんの。お前はね、そうやって普段からリスナーさんのことを花火師ばっかり気にしてるから、お前の心根が出るんだよ。お前の性根が出るんだよ。お前がそういう風に普段考えてるから、俺にそういう指摘をするんだよ。そうなの？俺ほどリスナーさんのこと毎日幸せ願ってる配信者いないから。リスナーさんに幸せになってほしいの？当たり前だよ。じゃあもうお金とか関係なくもう配信続ければいいじゃん。それは無理。なんで？リスナーさんの幸せだと思うよ。それはちょっと話。なんでお金を。それは違う。それは違う。本当に。嘘つくなってじゃあ。それは違う。それは絶対違う。それは違う。お前さ、鮫島さんの家に住んでから悪いところ学んだな、お前。いや、何も変わってないよ。お前、鮫島さんに抱かれただろう。オフパコしただろう、お前。中学生なのね、中学生。いや、絶対に鮫島さんの DNA がお前の体の中に入ってるとしか俺は思えない。ちょっと言葉の中心面白いな。もうね、いや、もう本当に、鮫島さんの DNA がお前の中に入ってるとマジか。この前卒かけた時よりも、なんか鮫島さんと被る。いや、この前って言うか、いや絶対お前ね、鮫島さんの DNA がお前の中で帯同を始めたよ、ほんと。ちょっと言葉のチョイス面白くなってきたな。ほんとに帯同を始めたとか、うん、お前の中の鮫島さんの血がわかる。そうとしか思えないよ、ほんと。鮫島さんと喋ってる時と同じ感覚だ。感染するよ。するよ、するよ。やばいね、じゃあみんな鮫島っぽくなるんだ。するんだってことはお前パコったの認めたじゃねえか。いや違うけど、いや、ほら、そういうもん。てめえが嘘ついてて、てめえが花火し、お前じゃねえか、お前パコったよな、正直認めろ。急に喜ぶなって中学生パコったことない。いや、今完全にお前今トラップにはまったろうがよ。認めたじゃん。いやいや、感染するって考えてるんだって面白いなと思って。いや、認めたじゃねえかよ。パコったんだろ。認めてないよ。どこまでやったんだ。分かった分かった。A、B、C か。それ以外聞かないから。A か B か C かだけ答えよ。中学生かよ。いやいや、もういいから。A か B か C だけでいいから。もうそれ以外は聞かない。なって、元気になるなって。お前、俺はちゃんと答えてんだから、お前も答えないとダメだろ。ブーメランだろ。いや、答えてない答えてない。じゃあ、花火師とリスナーどっちに向き合ってるか2択で答えよ。じゃあ、お前が答え、A、B、C どこまでやったのか話したら俺は答えるよ。正直に、お互い正直に。お前から行け。いや、もう F までやっちゃったよね。いや、ファックだよ、ファック。あはん、ふん、言っちゃったよ。あ、俺は常にリスナーさんのことを考えてここまでやってきたから。なんでリスナーと向き合ったけどこうなるの。いや、だからリスナー お前は鮫島さんとファックした感じ。全然わかんないよ。俺はリスナーさんと常にそれ野生的なファックしたよ、うん、野生的なファックだよ、うん、もうオスとメスだよ、はい、うん、鮫島さんどうだったの。いやー、もうワイルドだったね。ワイルド
ワイルドなんだ。ワイルドだったね。うん、なんか某芸人を思い出させる感じだったね。うん、その口説き文句は何だったの？ん？口説き文句とかその、やっぱお互い野生に戻ろうみたいな。うん。あ、そうなんだ。いや、喜ぶなよ。で、リスナーさんと向き合った結果、リスナーさんと向き合った結果、まあ、なんで逆にワードゥがちょっと悲しそうなの？逆になんで三味島に 片思いでもしてるの？いや、してないけど。何そのちょっと逆に悲しそうみたいな。うん、もういいわ、もう話終わったから。もう終わってねえよ、お前。やっぱお前は三味島、要はオフパコする女だったっていう、クソ女だったっていう。お前最後それでいいの？本当にすげえな。いやそれでいいのじゃないよ。お前はだからリスナーさんに嘘をついて、そうやって、だってさ、影でこそこそパコるようなクソみてえな女だったっていうのがバレたんだから、それでいいだろ。影じゃない正直に言ってるもん。だってお前さっきまでパコってないっつったのに、やったっつってんじゃん。ね、やっぱね、女として嘘はつけなかったよ。だいたいコラボ感にしててさ、2年間ありがとうございましたとか言ってる時点でさ、何が悪いんだよ。何、感謝を述べて何が悪いんだよ。いや、もう最後にすごいこじってんじゃん。もう最後じゃないしね、しかもね、戻ってくるしね。最後だよ、うるせえな。最後なの？だから活動休止だっつってんの。ちょっと待って、聞こえてんのこれ。あ、聞こえた。いや、なんかさ、棒読みちゃんちょっと一回切らね。いや、俺棒読みつけてないよ。誰これつけてんの？アイラ先生じゃない？俺だわ。ちょっと今切るわ。誰も棒読みつけてないわ。うん、俺だわ。それよりあの花火師さんと向き合ってるのか、リスナーと向き合ってるのか、ちょっとはっきりさせよう。言葉って大事だから。いやいや、リスナーと向き合ってるから。俺いや、だって話聞いたら花火師としか向き合ってないじゃん。いやいやいや、そんなことないよ。ちゃんと挨拶してるから。いや、挨拶してんで花火師がしゃあないよ。 YouTube ライブに行ってって言うから YouTube ライブ行くんでしょ。うるせえよ。何が悪いんだよ。お前関係ねえだろ。どうリスナーと向き合ってるのか、頭の中リスナーさんと向き合ってるだろう。ハテナでいっぱいだよ。あ、それ一回喋っていいか。うん、喋っていいか。え、ワドさん、マジでやめんの？いや、活動休止するよ、俺は。活動休止ってどういうこと？詳しく。いや、活動休止するだよ。もう読んで図のごとくだよ。うん、だからどういうことだから。詳しく言えば、明日からもう配信しないっていうこと？これ終わったらもう配信をしないの、ふわちで。そうだね、そうだね。もしやったらどうする？いや、わかんない。やることっていうか、もう休止のことで頭がいっぱいだから、俺は。頭いっぱい、意味がわかんないな。なんか、それ以外のこと考えてないから、今考えられる時期じゃないから、ほんとに。休止を1日とかで休止っていうのまで言い張れるよね。いや、そんなのは無理でしょ、ちょっと。俺の精神状態を考えたら。いや、お前の精神状態は結構、切れてる。いや、もうほんとボロボロ。ほんとボロボロ。いや、結構いい感じだよ。はっきりさせよ、ワード。だから、休止で休む。YouTube ライブに行くの？休んで。それは、だから、今後の活動に関しては、ここで言うべきじゃないと思ってるから。え、ということ、もし、休止といって、一日休んで、また再開したら、うん、今、上がったアイテム、上げた人間を全員裏切るってことになるよな。うるせえよ。俺が休止するっつってんだから、休止するんだよ。まあ、パソコン代こじったけど無駄だったからか。次、休止か。休止だよ。休止か。休止だよ。いや、でも、ワドゥーの中でルナシーと同じなんでしょ、自分は。え、何？ルナシーと同ランク。でも、俺はマイケル・ジャクソンと同ランクだと思ってるけど。ああ、カテゴリーとしてワドゥーはそういう感じなんだ、ワドゥーの中で。そうだね、そうだね。そっか。うん。そっか。アブリル・ラビーン、俺のこと歌ってたからね。ワドゥのこと？うん。He was punk って言ってたよ。え、
ワドゥーを思って歌ってたの。アビルあれ俺でしょ、うん、マジか、うん、あれ俺だと思うよ。いやワドゥーすごいね。ちょっと知らなかった、うん、それ新事実だよ。もっと詳しく知りたいよ、うん、他になんかワドゥーのこと歌ってるアーティストいないの。絶対いっぱいいるよ。いっぱいいる。例えば誰がワドゥーのことを歌ってるの。いやだから本当に歌ってるっていうかね、あれだよ、なんだっけ、ブリトニー・スピアーズの子供、目元俺そっくりだなと思ってるよ。まあそれはワドゥー、まあそれじゃちょっとダメだよ。誰かもっとワドゥーを思って歌ってるアーティストっていっぱいいると思うんだよ。こんなかっこいい、なれ合いつまんねえな。いやちょっと面白いじゃん。ラミーが俺を思ってるんだよ。面白い、こんなね。じゃれ合ってるの、なんか。いや、ちょっとじゃれ合ってるね。だって面白いもん、ワドゥ。あ、ほんと？チョイスね、才能を感じた。うん、じゃあもうちょっと、なんか、やって。今、ワドゥなんかキャラ一個、あの、オプションつけてキャラつけてるから、今。いや、ちょっとね、うん、ワドゥの、ちょっと才能を感じたわ。ちょっと待って、その、キャラをつけることオプションっていうの、アイラは。うん、キャラつけ、一個乗っけ、乗っけてる。それ、乗っけるのオプションって言うんだ。うん、一個乗っけてるから。勉強になるわ。オプションって言うんだ、そういうの。あ、増やしてきた感じね。うん。まあ、一個乗っけてるからな。その引退詐欺オプションを乗っけてきたから、今。そのキャラクター使ってるから、ちょっとじわるキャラクター使ってるからな。え、ちょっと面白いんだよね、そう。ダダッコみたいな。吸収は吸収だよ、みたいな。吸収でしょ。うるせえな。じゃあ、まあ、花嵐二人にワドゥーの迷惑かかってるのね。何が言いたいの。いや、だからどっちなんだよっていう。あの、回転セール、例えば私が今花火持ってたとして、投げるか投げないか、これは迷うね。あ、最後なんだって投げていいのか、もうそういう皆さんの気持ちを代わりに聞いてるの。別に投げたきゃ投げればいいし、投げたくなきゃ投げないっつうのが配信だから、そもそも。いやだからワドゥがさ、そのリスナーと本当に向き合って俺を言いたいって真摯な気持ちなのか。いや真摯でしょ。いや真摯に向き合ってるの。真摯でしょ、全然。いやそっちの真摯とは違うと思うけど、真剣に向き合ってるの。向き合ってるよ。え、でも花火師2人のために他のリスナー全部捨てるんだよね。何の話してんの。何の話してんの。え、だって LINE、 俺は YouTube ライブだったっけ。俺はふわっちを活動休止するんだよ。で、YouTube ライブ行くんでしょ。いや、どこに行くかはまだ明言してないよ、俺は。YouTube ライブ花火会議で決まるんだよ、ね、YouTube ライブ行ったってクソカスじゃねえか。行くわけねえだろ。行くわけがねえだろ、お前。YouTube ライブは適当な話出してるだけだろ。いいんで、とにかく俺はふわっちを活動休止するんだよ。うるせえかな。あ、そう、ひえひえ。うん、何何日目に再開すんだよ、お前。知らんじゃん、そんな。え、ワドゥー、ちなみにこれ何回くらいやったあれなの。催しなの。何回くらいだ。何イベントって。何そうするの。何回目の休止なの。ワドゥー君は、ワドゥー君はまずシルバーアクセサリーとかね。それでまず、まあ、それシルバーアクセサリーがあんま売れなかった、予約も入らなかったということで、次は映画監督、機材を、PC50 万のために相手もこじる。ダメだった。そダメだったっていう話だ。100個上がってる、すげえ。な、映像作ってるよ、俺。映像。え、でも引退すんだ。引退じゃない、活動休止。あ、じゃあ映画を作るための休止みたいな感じ。いやいや、まあそれもあるっちゃあるな。ないな。うん。じゃあ映画作るの。いや、映画作ってるよ。え、じゃあ作るんだね。いつまで、いつまで作る、いつ完成するの。まあまあ目標は35だから、あと1年半のスケジュールで今動いてるけどね。長えな、うん、いや映画そういうもんだから。うん、マジか、そっか。でもそのお金どうするの、うん、映画のお金。何映画のお金って。何のお金だよ。だって2000円くらいなんでしょ。は今1日の収入。さっき言ってたじゃん。うん、え、映画作れるの。いや、映像作ってるよ、俺は。映画も作る気で動いてるよ。
いや、まあ気持ちはいっぱいみたいな感じだよね。うん、ちょっとよくわかんないけど。え、だってどうやって生活すんの？働いてないんでしょ？いや、バイトしてるよ、俺。え、働いてるの？働いてるよ。え、何の仕事してるの？それは言えない。言えないの？言えないよ。なんでなんでなんで？有名人だからだよ。ワドゥが？そうだよ。有名なの？特定されたら特定…いや、めちゃめちゃ有名だよ、俺。有名なんだ。少なくともお前よりは有名だよ。マジで？うん。いや、お前さ、お前ワドゥ舐めない方がいいぞ、お前。弾丸塾の…なんか知らないポジションにいたけど、まあ弾丸塾終わったけどな。うん、え、何弾丸塾って。何弾丸塾のわけのわかんないポジションにいたよな、お前の。ワドな、だからそれやっ、俺スタッフだよ、スタッフ。終わってねえわ、弾丸塾。うん、でも全然廃れてんな。再生回数もクソだったな。再生回数クソだったな、あれな、うん、ひどかったな、あの再生回数な、うん、何にもならなかったな、あれな。うん、え、じゃあもう結論出そう、どうするの。だ、じゃあ結論出てんだろ。活動休止なの、うんたらくんたらあんたらが文句言ってるだけだろ。いや、だってどういう休止ってちょっとね、何が文句あんだよ。活動休止の、活動休止すんなよ、ワドは。いやいや、もうそういうお前らに、そういうのにうんざりだよ、もう。いや、やめてもいいけど。お前は無理だよ、もう。いや、引退してもいいけどさ。また逃げんのかじゃないよ、もう。日当に1000円でもう限界だよ、こっちは。限界だよ、こっちは。YouTube やって、うるせえよ。商品紹介とかヒカキンみたいなモノマネして、全然閲覧上がんなくて、うるせえ。全部動画消して、減らって。うるせえ。で、9月に来て成功しただろう。してねえだろうがよ、お前。日当2000円だよ、お前。バカ。マンスリーでも上位に来てんじゃん、お前。先月。来てねえよ。来てねえよ、マンスリー。何位だよ。見てんだよ、俺見てんだよ。何位だよ、じゃあ、マンスリー。マンスリー何位だよ。何位だよ。先月より上だよ。バカ野郎、先月圏外だよ、バカ野郎。じゃあ今お前マンスリー入ってんじゃん。入ってねえよ。何位だよ、言ってみろ、この野郎。お前入ってたらどうするじゃん。知らねえよ、入ってるかどうか。なんか見てねえの、お前。見てねえよ、どうせ入んねえんだから。入ってよ、お前バカ。入ってねえよ、もう。何ヶ月入ってねえよ。見てねえよ、ワド君。75位だよ。あ、絶対嘘。絶対嘘。絶対嘘。俺が70ないなんかない、ない、絶対嘘。ない。ありえない。70ないなんか嘘。16万稼いでんだよ、お前。ないよ。映画作れるだろ、お前。作れ。ないです。あ、了解、了解。うん。いやよ、了解。いやよだよ。うるせえよ。ぐだぐだしやがってて。うるせえよ。え、ワードゥーのこのイベント何回目くらいなの？何イベントって。何イベントって。こういう催し事だよ、定期的に起こる。何、別に何にも定期的なイベントなんかないよ。いや、なんか定期的にやってるんだよ。いや、だから真面目に答えるって、リリー。真面目に答えるって。真面目に答えてんじゃん、俺さっきから。引っかき回されてるのにブレないでよ、リリー。いや、だって答えがはっきりしないんだもん。完結に答えよ。はっきりしてんだろうがよ。おめえらがケチつけてるだけだろうがよ。いや、だから何回目なの、この手のイベントは。何この手のイベント、何を指す言葉なの。この手のその、もうあの、みんなだからこの手ってど、なんだから和道は引退先なんてやったことねえんだよ。ないよ、一回も。和道は引退するって本当に引退するんだよ。この手の催しは初めて。いや、初めてだよ、休止とかは。そうだよ。本当に。そうだよ。初めての催しなの。そうなんだ、だから、うん、活動休止だっつってんだろ。初めての催しか。なんだよそれ。あ、よかったね、じゃあ初めての催し成功して。何催しって、その言い方失礼でしょ、本当に。いや、だってもう花火師のために移るんでしょ、もうそれさ。それも言うべきだよ、リスナーと向き合うとかじゃなくて。いや、リスナーと向き合ってるよ。ありがとうなって2年間。俺はずーっとリスナーと向き合ってきたから。ただ、ワード、あのさ、最近アイテム困ってたの、うん、モグリン枠でさ、アイテム投げないリスナー来なくていいって、閲覧2だった時はちょっと笑ったけどな。だから、閲覧2ってことはお前がその1人だよ。いや、俺見てねえ。2分の1だよ。
いや、トップ画面見たら閲覧2なのは見れるよな。入ってねえ。ああ、そういうことか、そういうことか。うん。うん、だからアンチもそんなに興味ないんだなと思った。いや、分かってるよ。分かってるよ。興味あれば多分アンチも監視したいから入るよな。もうアンチも興味ない。だからでもアンチなんか、アンチなんか言いても意味ないんだって、アイラ。意味ないんだよ、だから。いや、意味ないんだよ。お前が一番よく分かってるだろ。俺はようやく2年かけて気づいたんだよ。閲覧なんて何にもならないんだよ。何にもならない。何にもならないんだよ。ならない。俺はやっと今 お前のね、うん、そう、うん、お前、うん、そう、何にもならないんだよ、うん、閲覧なんか。何にもならない。何にもならない。そう。以上だよ。すげえ楽しかったよ。二人と話すの。面白かったな。モグリの面白かったな。めちゃくちゃ盛り上がってたからね。盛り上がったな、閲覧2位ぐらいな。めちゃめちゃ2でコメント止まらない。バーガーと風船の連発でな。はお前、風船とバーガー氏ディスってんのお前。いや、ディスってねえよ。いや、風船とバーガーの連発でよかったじゃん。何そのバカにしたよ。何、風船とバーガー投げる人ディスんなよ。風船とバーガー以外いいアイテムある？はお前、バカにしてんだろ、風船とバーガー投げる人。一番いいじゃん。お前さ、風船とバーガー投げる人バカにしてんだろ、お前。あれ、決めつけ入った。いやいや、今の言い方なんだよ。風船とバーガー素晴らしいじゃん。何それ、何その言い方。一番好きなのが花火なだけだからね、俺は。うわぁ、悪いやつ。ほら、降ってるぞ、ほら。風船ありがとう、おば。降ってるぞ、ほら。バカにしてない。やっぱ レスナーと真剣に向き合う。礼言えよ、ほら。バカにしてないんだろ、礼言えよ、ほら。うわぁ。礼言わないんだ。いや、ありがとうございます。でも、適当じゃないか。めちゃくちゃ適当じゃないか。え、ちょっと心あるリスナーさんのコメントの垂れ込みによると、この引退の催しはなんかもう過去数年にわたって催されてる定期的な風物詩的なものらしいんですけど。いやいやいや、もう全然分かってない。ほんとポンプを信じるなんて、もう全然分かってない、ほんとに。あ、じゃあほんとに初めてと。もうずっとこれまで続けてきて、皆さんありがとうとか涙ながら。そうだよ、そうだよ。涙こらえるの必死。今日が初めてと。めちゃくちゃみんな愛情深くて風船投げてくれてるのに返事一つなしか、お前。あ、風船ありがとう。風船バカにしてんのって言ったやつなの、お前。答えと思えねえな。風船ありがとうございます。名前を呼ばねえんだな、お前。俺名前呼ぶけどな。呼んで。いや、お前が呼ぶ。なんでそんな適当なんだよ。うん、ありがとう、花火ありがとう。花火言うんだな。花火言ってんじゃん、りょうさん。花火ありがとう。ね、何何何、愛されてるね。いやいや、もう本当に静かに見送ってくんね。ほんとふわっちで2年間最前線でやってきたわけだから、ほんとトップとして。何が最前線なの、どこら辺が最前線。全然シーンのトップじゃねえよ。いやいやいや、最前線でしょ。最前線でしょ、どう考えても。何の最前線だったんだよ。いろいろだよ。いや、もう病、そうだ、病気だったんやん。そう、病気だったもんね。今治療してんだよね。最前線です。何のだよ、あれだよ。何の最前線だよ、聞くな。いや、なんでだよ。うるさい。なんで聞いちゃダメなの。うるさい。最前線だよ。お前、よかったな、バーゲンセール成功して。ふざけんなこれ。ちゃんと俺言った方がいいよ、本当に。最前線ってなんだよ、お前。気持ちは最前線だろうが。いや、気持ちは俺だと最前線。みんな最前線だよ。気持ちなんだな。気持ちだね。気持ちは最前線。いや、文鳥と会話してるのはちょっと評価するけど。最前線クラスだろう。クラスってなんだよ。気持ち。じゃあ他に最前線クラスは誰だ。聞くな、聞くな。聞くな。聞かない方がいいんだな。気持ちだ。最前線クラスの気持ちは。どっからが最前線なの。気持ちはだよ。心、心だよ。気持ちはなんだからいいだろう、お前。ライラもうるせえな。そうだよ。気持ちは最前線なの。だってこれバーゲンセールの茶番劇なんだから、そろそろさ、明らかにしなきゃダメだよ、茶番劇だって。だから活動休止するっつってんだよ。
しねえだろお前、明日からまたするだろうが普通に。うるさいようるさいよ、ほんと未来のことなんて不確定だ。牛丼が早く来ましたとか言って不確定なんだぜ。店内で牛丼食べれましたとか言って未来は誰にもわからないだぜ。いや、わかんないから明日牛丼だろ、牛丼ネタで行くんだろ。うるせえよ。牛丼店内で食べれて嬉しいですみたいな。うるせえよ。いやでもね、ちょっとこの芸面白いな。牛丼のとこからちょっと面白かったもん。うるさい、うるさい。牛丼のくだりとか。もう本当に。え、これさ、週に3回くらい催してみたら。週に3回くらい。しょうもないネタで。今日は、しょうもない、しょうもない。洗濯物が雨で濡れたので、引退しますみたいな。理由の毎回面白くて。ああ、まず今までありがとうね。まず本当に今までありがとうね。限界だわ、もう本当にみんなありがたいな。なんだよ。え、ちゃん何の限界か聞いていい？うるせえよ。限界は限界だろうが。限界は限界だよ。なんでアイラスのこの茶番劇がついてんだろうが。限界だっつってんだろうが。限界だ。茶番劇って分かってんだろお前も。何がだよ、分かん。何がだよ。じゃあ本当に休止したらどうすんだよお前。いや本当に休止したらもう休止って言ってるもんは休止なんだよ。目でピーナッツ掴んで鼻からスパゲティ食ってやるよ。ふざけんなお前、休止って言ってる人間に対して。バカかお前。また傷ついた。また傷つくない。そういう高尚な感情ないだろ。ワードに傷つくとか。またね。風船にしばらく礼言ってねえな。ありがとう。風船ありがとう。心ねえだろお前は。いやいや、めちゃめちゃ心こもってる。何も見てなかった今、画面も見ないで言ったよな今。いやだから茶番。風船ありがとう。めちゃめちゃ心こもってる。ありがとうじゃねえだ。ありがとう、風船ありがとう。何？え、もうバゲてる、無理だって。茶番劇ってバレちゃったって。あのでもバレてるもないもない、何にもない。トゥルー。え、いやトゥルー。ちょっとワードセンスあるんで、ワードね、たまに、ね。たまにあるな。いや、ワード面白いね。一つしたけど。ワード、うん、ワード面白い。いや、ワード、2回目だけど、ほんと丸々1年くらいか。いや、ほんとあの時は倍目お世話になりました。初陣の相手で、ほんと。初見です、ありがとう。いや、こんな茶番劇やるやつとは思わなかったけど。KP ありがとう。インテリ枠って聞いたんだよね、1年前、ね、思ってねえだろ、ワド。いやいや、めちゃめちゃ心こもってるし。全然思ってねえだろ、ありがとう。思ってねえ。ありがとう。全然思ってない。花火の時とは全然リアクション違うもんな。ねえ、花火の時と全く変わらないよ、ほんとに。花火の時と全然。やめろって、その、まんじゅう嫌いみたいな。全然変わらない。全然変わらない。嫌いな、平等だから。アイテムで差別しない、俺は。一切しない。テンション一緒だから、毎回。あ、じゃあ一緒ってこと？一緒だよ。じゃあ、一緒だよ。何にも。風船投げようが。いやいや、同じく感謝だよ。風船ありがとう。同じってこと。意味がないで変わんないってことね。うん。俺は変わるけどな。変わんないってことだな。いやいやいや、全員平等だよ。花火投げるぐらいだったら風船投げろってことだよ、みんな。違うよ。全然違うよ。何で寿司持ってるやついるんだよ、今さら。このセバスチャンって何？知らない。いやでもワードがやめるっつってっからや、休止って言ったから見送りしてあげよう、星になるって言ってたもんね。そうだよ、星様になるんだもんね。そうだよ、マジか。うん、私もうワードを見るのが最後で。いやいや、もう本当にアイラとライラが活躍してんのをずっと星として見守るから。マジか、本当に、うん、言ったな、お前星になるんだね。星になるよ。でもこれが最後か、ワドゥ。あ、ワドゥ、花火来たぞ。線香花火だけど。ありがとう。それやめろ、マジで。いやいや、普段からこんな感じだから、俺。ほんと。いや、それマジで。あ、それだけ。心込めて。うん。線香花火ありがとう。あ、こんなたくさん来てるんだよ。うん。いいねとか、なんか、いろいろ。いや、まあ、だから。連発でも相手も上がることあるか、お前。ほんとにありがたいね。ほんとにありがたいね。本当にありがたいね。ありがとね。ありがとね。ありがとう。え、ありがたい皆様あの。お別れだよね。お別れだよ。花火師会議に従うんでしょ。花火師会議っていう会議があるんでしょ、これから。
いや、まあそれはもう秘密だよ、ね、言ってたじゃん自分で2人くらいって、うん、花火師の指令が DM から言ってきて、本当に本当に聞いた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 、そこはシークレットだね、だって言ったんだもん自分で、そんなしょうもないことしてんのかと、いや、聞いたんだよね、何花火師会議あるでしょ、ラジコンじゃんお前、ラジコン会議あるでしょ、どこでも、ラスやな、ラジコンじゃん、ラジコンじゃないですよ、ラジコンじゃねえか、ラジコンじゃありません原田さんの伝え方、だから花火師会議でキャラ1個乗せてくんなよ、やめてください、花火師会議のことを悪く言われて、キャラ乗せんなよ、何やめてください、そのキャラで今日やめてください、そのキャラで行こうとすんな、今日1個なんか面白いキャラ見つけたじゃねえよ、お前うるせえよ、前から持ってるわこのキャラ、いやそのキャラあんまねえだろ、引き出し開けたんだよ、もっと最初から開けてれば休止せずに済んだのにな、そうだな、うん、そうだな、もっと早く引き出しを3つくらい開けてれば文鳥とか、いやいや、この引き、とっておきの引き出しだからとっておきだから、もう他の引き出しない、全部出したよ、あ、もう全部出したんだ、最後の引き出しだったんだ、もう全部出した、そう、最後だから、最後だから分けよう、だいぶ下にあった引き出しだろうけどな、これな、うん、風船ありがとう、それ引き出せない方が良かったんじゃないか、逆に、いいの最後だから、全部出し切って、最後がマジか、うん、そうそう、あの今どれの深夜食堂が見て嫉妬してるから大丈夫だよいや最近ね、どれさんがね、俺アイテム上がるたんびに窓をディスってるぞっつって、うん、もうほっとけっつって、そうそうそう、わっかりや、わっかりやすいよね、うん、上がった方がいいじゃん今いやもうほんとねひどいのよ最近、露骨なの、アイテムもらったタイミングで30分ぐらいにブツ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 文句言い出すの、最近っていうか俺ブロック解除したんだけど、最近ひどいな、うん、どれさん、いつら200とかなんだな、いやいや、あの30分じゃ聞かねえよ、え、もういや、ガンガン言ってるよ、あ、マジでそんな言ってんの、もう見てないわ、言ってる言ってる、おお、そんな言うの上がってこないな、いいよ、アウェイ、アウェイには、あれ本当のオワコンでしょ、アウェイには上がってこれないの、本当にのオワコンだから、うん、全く花火も閲覧もなくなったもんな、あの人な、うん、うん、でも捨て頃のさ、一番最初の捨て頃が終わった後はすっごい本当ブレイクしたよね、あの人、あーすごかったね、すごかったね、そこで天狗になっちゃって、うん、落ちてったもんね、イメージダウンで、便所さんをディスり始めたところが良くなかったよね、なんかリスナーにもなんか花火あげねえやつはもうリスナーじゃいらねえんだよクソがみたいなさ、ひどい、天狗になってまあボロカスに言ったからね、ひどいね、ひどいよねそんな人ね、ひどいね、もう、うん、花火師だけを大事にして、ね、見てくれるリスナーを大切にしないなんてひどい話だよね、ひどいね、ひどいね、花火投げないクズは俺の配信に来んじゃねえゴミが、あんな格闘技の総合で強い人に言われたら怖いよな、ヤクザだよ、もう怖い怖い、ヤクザだよ、怖いよ、ヤクザだね、ヤクザだね、うん、怖いね、うん、怖い、まあ、詐欺師も怖いな、うん、俺は、え、なんでワドゥって詐欺師って言われてんの？なんか詐欺したの？え、したの？ほんとに人騙したの？ワドゥ心閉ざしてんじゃねえかお前、いやだってよく聞く話なの、詐欺師って引き出し方を考えるよ、直球で言うなよお前、いやどっちかなと思って、ワドゥの顔見てみろワドゥの顔見てみろワドゥってちゃんと呼んでやれよ、ワドゥって正式名称で、ワドゥはワドゥなんで、言いにくいことなんだよそんなこと、どっちかなと思って、なんで詐欺師って言われてんだろう、もう少し引き出すような優しい言い方してみろよお前、やっぱ心が素直だから、爆走に会った時もなんで爆走って呼ばれてるのって聞いちゃったもん、同じあ、なんで詐欺師って呼ばれてるのって素朴な疑問、そこはだから触れちゃいけないとこだよ、もうだから少しさ、え、じゃあ詐欺したの、え、詐欺したの、ダメだよ人騙しちゃう、ほら心閉ざしちゃってんじゃないかよいやだって人騙しちゃダメでしょ、喋れなくなっちゃってんじゃないかよお前いやだって人だま悪いことしちゃった、俺詐欺だよ、あ、俺詐欺したの、うん、まあ、そういうこか、え、何そういう高齢者からダメだよ、あの人だますの、わどそんな悪いことしてたの、
風船ありがとう。風船ありがとうしか言えなくなってんじゃないか。心閉ざせんな、お前、マジで。いや、なんで詐欺師って言われてんのかなって。いや、お前さ、休止って言ってるさ、少しでもいろいろ考えて休止って言ってる人間をさ、追い詰めるような発言すんなよ、ほじくり返して。当たり前だろ、いや、でもやっぱ最後だから本当のことを知りたいね。やっぱなんで詐欺師なんだろうって、もう二度とワドゥー、だって空になっちゃうんじゃん。空の星になっちゃうんでしょ。空の星になっちゃうと思うと、いや、もう今聞かないとみたいな。なんでワドゥーって詐欺師って呼ばれてるのかなって。もうワドゥーって呼べなくなるんだよ。もうワドゥー懐かしいなみたいな。過去の人になるんで、ワドゥーはこれから。思い出になるんだよ、私たちの。もうそうなると聞かずには入れなかったんだよ。やっぱワドゥーはなんでそう呼ばれてるのかなって。オレオレ詐欺の中で受け子っていうのがあるんだけど、絶対捕まる役、うん、まあ、船長もそれでパクられたけど、それでパクられたんだよ、ワドゥーは。だから。オレオレ詐欺の主犯格じゃないんだよ。主犯格じゃないの。いや、雇われて受け子っていう、あの、ATM で下ろす役目はカメラですぐ映ってパクられるから、捕まったんだよ、それで。そういうのをせっせとやってて。せっせじゃねえよ。それ一回パクられたってことだろ。あ、別荘に入ったと。あ、別荘どうだった？俺、お前言うなよ、お前今。別荘って気使ってんじゃん、別荘って。別荘。辛い時期に言うな、バカ野郎、お前、ほんとに。何分かってんやろ、文鳥、文鳥ついてるから、うん、大丈夫だよ。あれ、まあ本当にね、いろいろあるね。なんだよそれ。いろいろあるねって。いろいろあるな。なんか言うかと思って待ってたけど、なんもねえじゃねえかお前。なんだそれお前。いろいろあるな。ちゃんとすれよお前、本当に。いろいろある。いや、ワドゥーもめんどくなってるだろ。60分やろうと思ったのに、ワドゥー。お前が心を閉ざさせたから。いや、だってみんな言うんだもん。だからお前、うるせえんだよ、キンキン声が。だから、だって詐欺師ってみんな言うから、ワドゥーって詐欺したのって。待てよ。詐欺したのしてないのって。だから、ワドゥーが今言いたいことがあるから、一回聞こう。ないよ。ないよ、言いたいことなんか。ないよ、何一つないよ。ねえのかよ、お前。ないよ。何なんだよ。せめて、分かったよ。じゃあ、一個だけ言っていいのかよ。一個だけ言っていいのかよ。うん、一個だけない、一個だけ。一個。もう、本当に、ふわっちのリスナーさん、幸せになってね。え、そういうとこだよね。いや、もう、本当に、心の底から。そういうとこだよな。いやいや。ちょっと幸せになるために還元しよう、還元しよう、お金で。今の言い方いい感じするよ、お前。マジ言葉って気迫だから。いやいや、心こもってただろうがよ。じゃあ言葉って気迫だから。心ゼロじゃない。心120%、ゼロじゃないよ。頑張って心込めてね。言葉って気迫だからさ。何がだよ。何な心こもってる。はぁ、頑張って。印象操作やめてくんね、ほんとに。お前じゃねえか、それやってんの。二小操作やめてください、ほんとに。今はね、ワードふざけだと思うんでね。次、ふざけだ。同じことちょっと、ワード、ちょっとマジで。ほんとに一緒に対して、応援してくれた一緒に対して、ほんとに。いや、あるよ。俺はあるよ。俺はあるよ。俺は言いたいよ。心の底から最後に言ってやるよ。いいの？本音言っていいの？あ、言うよ、俺。ぶっ壊れるよ、ほんとに。言っていいの？最後に。言って言って。今までほんとにありがとな。ふざけんなよてめえ、マジで。ちょっとさっきと被ってる、被ってる。勉強にしてるよ、ほんとに。被ってねえ、心込めてんだろ。褒め方も被ってるし、なんか全体的に。めっちゃ感謝伝わってきたろ。いや、ちょっと引き出しあるだろ、もっと。いや、今のはそれでいいんだよ。今のはそれでいいんだよ。いじりが下手だったんだよ、ライラの。いやだってもうちょっと引き出しあるだろ、2年もやってんでしょ。間が早かったんだ。ライラの間が早かったんだ。アイラはちゃんと間取って、間の笑いで埋めようとしてたんだ。お前が焦ったんだ。マジか。関西で今天丼だよ、今のは。そうだよ。え、なに、え、ちょ、無理じゃん。間が開いてからじわっとくるやつだったのに、お前が潰したんだ。お前潰したな、ほんと潰した。お前最低だな。ほんと潰した。ほんと潰した。マジなの？マブーのみたいな話ずれてんじゃん。だからお前さ、お前だけ、お前がさ、一番お前潰してんじゃん全部。うん、潰してないよ、なんなら。
ミーを代表してるよ。みんな聞きたかったはずだよ。詐欺してたの、してたのみたいな。んじゃがんがお前言ってみるよ。じゃ言いたいこと言えじゃ言え、言いたいこと言え今。あ、やべ、涙出てきた。え、それ何の涙ですか、ちなみに。あ、ごめん、ほこりが入っただけだった。え、何を思い出して悲しく。うん、いやいや、目にゴミが入っただけだった、ほんとに。いや、いつもこの茶番劇してんの、ほんとに。初めて見るんだけど、このイベント初参加なんだけど、うん、いつもこういう感じで、催しはなんか滞りなく終わる感じなの。うん。いやいや、この催しはいつもどういう感じなの。いや、ほん、初めて参加したからさ、ちょっと、ちょっと待って、あの、催しとかじゃなくて、オチ何って芸人に聞いてんの一緒だよ、お前が言ってんの。いや、そうじゃなくて、なんか、ネタの途中で、ネタの途中で、オチは何って聞いてんのと一緒だよ、バカだろ。オチとかじゃなくて、今までの催しはどういう感じだったのかなって。それは知らないのは知らなくていいんだ。まあ、知らなくていいの、うん、知らなくていいんだ。初めても楽しめばいい。まあ、やっぱね、そうね、休止、この催し初参加させていただいたわけだからね、休止、ワドゥ休止イベント。うん。うん、うん、まあ初めて参加するわけだから、じゃあ新境地を開いてね。やっぱ新しい、ね、頑張るわ、頑張るわ。やっぱちょっとライラ、ライラ一回落ちて、俺とアイラ二人で話させてくれ。あ、いいよ。じゃあ、ちょっと俺アイラともう5年の付き合いだから、ちょっと話すこといっぱいあるから。そうだね、最後に話したいよな、うん、そう、最後にちょっとしっぽりと、まあ、お別れの。そうだな、初めてのあの模様、うん、あのイベントだから、ちょっと楽しみに見てるわ、このイベント。どっちかでよ、もう一人加わってほしいから。あ、ちょっと、負担が重いか。負担重いな。じゃあ、増やそうか。誰か一人上がってくる。誰か増やして。サメ島とかいや、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。アメリカ人とか増やせば。あ、めんどくさい、めんどくさい。ぬるい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 。ぬるい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 。ぬるいのと、ぬるいのとめんどくさい。長くなる。サメ島だろ。いや、長くなるって。お前、休止するなら、サメ島ファミリーだろ。休止するなら、サメ島になるって知られてるだろ。いや、長くなる、マジで。マジで長くなろうよ、長くなろうよ。いやいや、めんどくさい。なんか、サメ島軍団とか言ってたじゃん。言ってないわ。軍団だよ、軍団だよ、これ。配信外の電話でアメリカ人とサメ島軍団とか言ってた。楽しんでたじゃん。言ってない、言ってない、言ってないよ。で、なんか、僕、もう過疎なんですよねって言ってたじゃん。で、なんかモグラやりますみたいな。あ、ライラさ、ライラちょっとサメ島に連絡取ってさ、今和道のコラボがあって、めんどくさい。起きてるかな、ちょっとわかんないけどね。絶対嫌がるやつだからやめた方がいいよ。ケビ。ケビ。みんなも飲んでな。もしもし。なんかな。あ、変になってる。変になってないよ。いや、もう終わり、終わり。もうそう、お前が一番変だから。いや、いや、ワドゥが今すごい引き出し、今日軽く3つ開けてたからね。変な引き出し開けたよ、開けたよ、ほんとに。もうほんとに、もう何もない。牛丼でまず1つ目の引き出し開けてたし。いや、面白くない、その話、その話もいい。それは全然もう面白くない。面白くない、マジか。面白くない、全然面白くない。古い、うん、ちょっと待って、これ何の学校なの。サメ島だよ今。うん、めんどくさいって。でもこれね、バックグラウンド配信にしてない。でもワドゥ今 LINE できるんじゃない。私今バックグラウンド配信できない、できない、できない、できるだろう、うん、配信外でめっちゃなんか4時間話してたじゃん、アメジンとワドゥとサメ島で、うん、え、長いから。いや、もう寝るから。いや、もう本当に今、ね、本当に今までありがとうございました。本当に、いや、だから長いっつってんの。配信外で4時間話すバカどこにいるんだよ。
長いっつっての。君たち話してて、だから長いっつっての。長いっつっての。長くなんねえよ。やめるならやめるでいいじゃん。やめるならそう。鮫島のこと全部聞いちゃうのか。いや、もうめんどくさい。分かってねえんだって、もう。なんで切るって言ったら切るでいいじゃん。いやいやいや、もう本当に結構根に持つタイプ、結構根に持つタイプだから。いや、俺がいるから大丈夫。根に持つ。いやいやいや、結構根に持つし結構繊細な人だから。俺がいるから大丈夫だろ。いやいや、めんどくさい。大丈夫大丈夫。いやいや、もう引退というか、まあ休止、活動休止。何逃げに行ってんだよ。もうお前ニコ生から逃げて、お前また逃げんのかよ。ずっとやるって言っただろ、ふわっち。いやいや、だからもうふわっちはもう本当にありがとうだよ。やるっつっただろ、よくそっつっただろ。いやだから、アイラ、本当にお前はナンバーワン。やるっつってな。ナンバーワン、本当にお前がナンバーワンだ。やるっつってな。本当にもう、ずっとやり続けるってよ。今回やれないっつってな。最後までやりたかったよ。やれよ、最後までやりたかった。バカ野郎、頼むな、やれよ。だからもう中西マンにも全部預けたから、俺。塾長待ちかてめえはよ。来ねえよ。ねえ、もう知ってるよ。来ねえよ。来るわけねえだろ。諦めんなよ。諦めたよ。諦めたっていうか、最初から知ってるよ。来るわけねえだろ。試合が終了だよ。終わったんだよ、だから。さっきから言ってんだろ。何も終わってねえだろ。終わったんだよ。花飯会議いつ終わんの？いつ指令が来るの？いや、それが終わるかどうかわかんないよ。花飯会議いつ決まるの？え？知らないよ、そんな。え、知らないこと多くない？いや、多いよ。いや、だってここで今花飯会議の存在が明らかになって指令待ちなわけでしょ。ライラ、ライラ、はい、ライラ、はい。未来のことは誰にも分かんないんだよ。そっか。うん。そうだな。そうだな。いや、でも過去の話してもダメだ。早いってだから、早いってお前はだから、もっともっと。もっと引っ張れ。ここお前が思うと、お前が思ってる。今3倍、3倍引っ張ったらじわーってきたんだって。早いんだって、お前。せっかちなんだよ。早かった。もっと引っ張ってよかった。いいネタを潰してる、お前は。ライラ。お前分かってない。笑いのセンス、ユーモアセンスを分かんない。そう、ユーモアセンス知らない。そう、そう、そう。じわーってくるんだよ、後から。お前はなんか雑学とかさ、いろんなさ、もの知って知識あるくせして、それ間を知らないな。うん、そうそう、呼吸が。だって身近にこんなのいないから。いやー。何がいない？いや、お前らの方がやべえよ。お前の方にゴミしかいねえじゃねえかよ。上2人の方がやべえ。何いるんだよ、周りにお前。やべえよ、ゴミしかいねえじゃねえか、お前。いや、本当に2人とも自分の方がやばいって自覚した方がいいよ。マガとか、違うってくるんだよ。に言われたくねえよ。じわーっとくるまだ嫌だな。いやいや、アイラは喋れるぞ。アイラは喋れるぞ。お前が思ってる100倍喋れるぞ。いや、私もお前が思ってる100倍は喋れるぞ。いやいや、手数じゃないんだよ。分かってるよ、はい、そう、手数を追っかけてるうちは、そう、言葉数が、ね、今何のスイッチ入った、うん、何のスイッチ入ったの、ワドゥ、うん、そうなの、まあ、まあ、俺らもそういう時期あったよ。俺らもあった。いや、なんなん、このジジイ、ジジイってそういうモード入るよな。あの、ライラはね、あったあった、わかるわかる、大きくなったらわかる。ライラ、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 お前を例えると、お前マシンガンで人をね、100発ぐらいドドドドドドドって撃った中で1発ぐらいがちょっとヒットするぐらいなんだよ。手数じゃないんだよ。手数じゃないんだよ。なんでジジイ、的が当たってないんだよ、お前は。当たってないんだよね。当たってないんだよ。外れてるんだよな。ジジイはほんと手を抜くとすぐ今日スイッチ入るよな。外れてる、外れてるな。外れてる、外れてる。お前らの決め台詞なんかね、なんかね、必死。お前も大きくなればわかるみたいな。全体的に必死。大きくなれば数年後わかるってジジイの決め台詞。なんか全部わかってるつもりでいる、こういうガキよくいる。いるいるいる。お前はジジイってすぐそういうこと言う。いるいる。
じじいって言うけど、お前、そのマスク取ったらひどいから、もうじじい、ババアも変わんない。だからしょうがない、じじいじゃん、お前ら。じじいなんだからさ。じじいがやることだよ。いや、お前分かってない。いや、じじいと大人の男性は違うからな。そう。俺と和道にいたって大人の男性なんだよ。いや、分かる分かる。でもじじいってもう感性だからさ。いや、子供だな。子供だ な。これは子供だな。子供。子供。いや、これは子供。お前はジジどうせ、うん、あれだろ。まだおしめ取れてないわ。おしめ取れてないな。離乳食だわ。離乳食。離乳食だね。うん。安っぽいもん。楽しみだわ、これからが。成長が。そういうじじいるもん、お前らみたいなじじい。小学生だな、これ。小学生だな、わかるわ。競馬場行ったことある時点でどうかと思うしな、お前がね。ちょっと大人、私大人だもんって言ってすぐセックスする女の子だ、中学生だわ。おませだ。下ネタで喜ぶなって、ほんと。おませだ。下ネタ行くな。まあ、どんな生き方してるか、寝カフェにずっとね、な、寝カフェ、この前寝カフェの。一番いい寝方を覚えたってたからね。経済回してマスターしたってたな。黄金のバランスがあるんだよ、この。この寝かけの部屋は私の部屋だってたな。いや、ハイツって呼んでもらっていい？たくましいな。LH ハイツ。レディースハイツ。たくましい。たくましいお前はな。たくましい。頑張ってる。本当に頑張ってる。逆にお前ほんと頑張ってる。じゃあ寝カフェにけなげ、けなげ。けなげだ。あの、かけなげだな。泣けてきたわ、なんか。泣けるな。泣ける、ほんとに。経済回してて、エースなんだって、お前ら。じじ、やめるって変なスイッチ入れんの、ほんとに。これはエースだ。資本主義の慣れの果てだわ。いや、なんか今すごい少子高齢化を今ね、少子高齢化の慣れの果てだな。すごい肌で感じてる。あの、少子高齢化を。これが少子高齢化ってことか。覚えたての言葉よく使う子だわ、この子は。高齢化ってやつある。本で読んだり、テレビで見た新しい覚えたて、そう、子供、子供。いや、もう侮れねえよ、高齢化は。褒められたら何回も同じことやる。そう、同じことやるタイプの。もう今、肌で感じてるもん、高齢化。嬉しくて、すぐ同じこと繰り返す。インサイダー取り引きで知ったらすぐ言う。深刻だよな、高齢化。うん、ワッチの高齢化、日本の高齢化。繊細な子だわ、繊細な子。日本の未来が心配です、本当に。傷つきやすい子だわ。センサーね。でも本当はいい子だわ。いや、この2人、このじじい見てると本当に日本の未来が心配になってくるもん。本当はこんなことじゃなかった。まあ何そのクラシカルなじじっぷりやめよ。バドゥとか本当クラシカルなじじいだよ。ライラ、今までありがとうな。引退しても頑張れよ。いや、引退しねえ。いやね、あ、引退するんですか、バドゥさん。いや、だからここだよな、アイラな。じゃあ今でも引退ってな。自分で言ったんじゃん。引退ったな。じじい、さばき方が雑になってきた、だんだん。そこ中止だよな、ほんさばき方雑、ほんと。言い間違いよ、だから。いや、もう朝だから。雑、ほんと、今回。じゃあ、だったらこのイベントに対する。いや、やる気のことが足りない。いや、だったらフォローを入れて、うーんって私休止するんだの流れがあったじゃないか、今のは。え、もうそれどこを目指したあれなの。いや、今のはフォローできたじゃないか、今のは。いや、もうごめんね、こういうイベント初参加だからさ、今回のワドゥ主催のイベント。まあね、まあ第6回大会くらい、これ第7回第8回大会くらい行ってるから。第9回大会くらいかな、わかんないけど。そうだね、そうだね、充電期間だね。そうだね、それがいい言葉だね、充電期間だね。そうだね。いや、お前らもう疲れてるの。じゃあ、そこでお前、そこでお疲れ様だろうが、お前、そこでお疲れ様って言ったら、アイラが今すげえいいパス出したのには、なんで受け取らないんだよ、お前。そうだ、お疲れって言ってあげるの。お疲れって言ってほしかったな、そこで。一言ぐらい。マジか。今のは乗っかるってほしかったな。いやー、そうなんだ。だってお前、疲れてお前休止って言ってんだからさ。
いや、そうだよね。誰も責められないよね。うん、確かに。私が悪かった。そんな無償と話しちゃう。お疲れって言ってるしさ、和道からいい答えが来るからお疲れ様って言ってやれよ、一言。そうだよ、こんな文鳥と話すほど繊細で、あの追い詰められてるとは思わなかった。銀河の和道って名前になってたし、もっとイケイケなのかと思ってたよ。こんな追い詰められてたとは気づかないで、いや、悪かったよね、アイラ、私たちもね。で、お疲れ様は？いや、気づかなくて、和道がこんな追い詰められてたなんて。お疲れ様は？いや、和道、本当にお疲れ様。ありがとう。俺、帰ってくるから。俺、絶対、聞いてる？聞いてる、聞いてる。うん。あの、和道さ、一個だけ。え、何？え、何？いや、今、え、何？いや、ごめん、ごめん。何？メジャー、いや、まあ、和道さ、え？メジャー行っても絶対戻ってこいよ。うん。東京で会おうな。ああ。いやでもこんな田舎出たらもうワドゥはきっと私たちのこと忘れちゃうよ。いや、ゼップ東京でワンマン張るから。そうなったらもうふわっちのことなんて忘れちゃうでしょ。うん、うん、忘れないさ。いや、ふわっちにいたことなんて忘れちゃうよ。忘れねえよ、忘れねえよ。あっちに行ってもちゃんとたまにはふわっちのこと思い出してね。ああ最後なんだから。ああアディオス。待ってかんなかとは。ありがとう、アイラ。アディオス。アディオスだぜ。本当に最後だな、みんな。いや、お前はそう初めて見に来たのに。泣くなよ、お前が泣いたら。じゃあ、泣くなよ。やめやめ、ワドはやめろ。泣くなよ。最初に。いや、でも、よくよく考えたら、未明だった私の喧嘩受けてくれるのも、ワドゥさんが。ワドやめろ、ワドゥ。でも、配信中だぞ、ワドゥ。配信中。泣くな、マジ。マジ泣くなって、ワドゥ。いや、ワドゥがいなければ、配信終わったら、そんな性格も慰めてやるから。泣くな、ワドゥ。マジで。アディオス。配信中だ、最後だよ、お前。さあ、最後くらいかっこつけろよ、最後だろ。アディオス言わせる間を作れよ、いつ言わせんだよ。アディオスの間を作れ。アディオスちょっとくどくない？もうたくさん言ったし。違う外国語にしようよ。Thank you とかにしたらクラシック。そうだね。誰か見たく。Thank you みたいな感じで。やっぱアディオス使い回しがひどいからさ。イベントに対する意気込みちょっと真面目にやってもらっていいですかね。だからもう本当 にだから俺は活動を休止するんだっつって。いや、これイベントだろ、もうバレ、それはもうバレたんだよ。だからもっと力を入れてこのイベントをやってくれるんだよ。ループがひどい。ループがひどいよ、もう手数ばっかりで。いや、だからアディオスはくどいっていう。本当にテクニックだ。いやいや、いいよ、そのジジイもいいよ、そのジジイモードもいいよ、ジジイモードも、もういいよ、ジジイも理解しろよ、お前。ジジイもいいって、このジジイの流れもいい。あのね、もうね、一言で言っていい。もう勢いだけだよ、本当に。ほんとそうだよ、勢いだけだよ。勢いだけ。え、またこのターン。嘘でしょ。緩急だぜ。緩急だぜ。あ、チャオも結構いいね、確かに。